ラジオ伊集院光とラジオと7月15日木曜日時刻は8時30分になりました。おはようございます。失礼しました。おはようございます。伊集院光です。まずはですね、今週のアシスタントはこの方です。おはようございます。 TBS アナウンサーの若林優子です。おはようございます。木曜パートナーの柴田理恵です。何がおかしいの？7月15日っていう時にね、うん、夏になったなと思って、うん、でこの番組の夏の風物詩は、うん、割と僕は早めにスタジオ入るんですよ、うん、でそうするとこの体型だからこのスタジオをねキンキンに冷やすんですよ。キンキンに冷やすとその後柴田さんに来るんで、柴田さんが来た頃には実は俺にとっても寒いぐらいもう冷えてんだけど、はい、柴田さん優しいからそのこと言わずにそっと気温を2度上げるっていう。今日も俺が傷つくから、この部屋寒くない、傷つくから、そーっと俺の背後で気温を上げるっていう、はい、そのことを急に7月つった途端に思っちゃって、私今日ノースリーブで来てしまったので、うん、はい、柴田さんがそっと温度上げに行ってくださった時にありがとうございますってめっちゃ思ってました。あんたそこが甘いのに、なんでこのここにノースリーブで来るの？間違えました。だからいや、柴田さんもノースリーブで来ていいけど、そして今度俺裸になるよ。もう完全にすっ裸でラジオをやるようになる。でもさ、気温の不一致よくさ、夫婦の性格の不一致ってあるけど、うん、気温の不一致ってあるよね。ある、うん、ある。もううちのかみさんは俺の温度じゃ生活できないもん。もうできないよ。細いし。どうしてんの？部屋を開けたりとか、うん、風向きを極端にして俺の方に当たるようにするとか。それうちもやってるね、うん、扇風機はもう全部向こうに当てるようにしてる。本当だよね。凍え神社つって、本当あなたに合わせたら夏に凍え神社つってねえ。だから逆に冬は冬で俺は全然大丈夫だけどみたいなことも起こるんで。あ、そうですよね。大変なんですよね。まあ、今日はレギュラーだと喜入君なんだけど、はいはい、喜入君が、フレッシュオールスターって今言うのかな、うん、プロ野球の、はいはい、若手だけのオールスター戦なんだけど、それの実況があるからっつって、すいません仕事なんでっつって、ね、こっちも仕事だろ。こっちも仕事だよ。若林さんに、はい、あ、そうですね、お願いするということで、お願いします。じゃあメッセージテーマお願いします。今週のメッセージテーマは蛇の話。まだ面白い。柴田さんがね、そーっと行くんだよ、ね。いやいや、そう。もう抜き足、差し足、忍び足で。悪いじゃない。ねえ。みんな集まってるの分かる。寒い寒いなんて。あんまり寒い寒いって言ったら空気悪くなるから、そーっと行って、こっそり知らないうちにあげてやれと思って。で、それおかしいのが、それを俺は気づかなかったけど、若林ちゃんは若林ちゃんで、よしと思ってたのね。そうなんです。柴田さんと思って。イレギュラーで来て言うのも変だもんね。しかもノースリーブで来て、寒くないですか？さすがにおかしいかと。いろいろご迷惑をかけてます。蛇の話、ね、はい、いろんな蛇の話来てるんですけど、うん、柴田さんはそれ富山で、蛇なんかもうやたらはおかしくいたでしょ。いましたね、うん、で、親とかね、そういう人から言われるのは、大人から言われるのはマムシだけは気をつけろって言われて、だからそのマムシっていうのはどれがマムシって言うと、子供の頃からあれはマムシだ、これはマムシじゃない、だから大丈夫、これはマムシだからダメだっていうのだけは。あれ知ってる、うん、犬って、うん、マムシに噛まれても大丈夫。え、嘘。ちょっとね、語弊があるんできちんと説明しておきますけども、うん、もちろん体力の弱い犬とか、とかショックを受けてとかで、うん、その、マムシに噛まれて犬が死んじゃうことはあります、うん、ありますけども、基本的にはマムシの毒に対して犬ってすごい強いんですよ。へえ。これでね、かわいそうなんだけど、うん、インターネットとかで、うん、マムシ犬っていうんで、うん、画像で引くとね、うん、マムシに噛まれた犬ってね、うん、丸顔になっちゃうの一旦。顔が腫れて、顔が腫れて、柴犬でもなんでも、まん丸の顔になっちゃう。でも別に命に別状はなくて、何日かすると、その毒もちゃんと中和して、元気になるのね。で、その丸顔の犬が、かわいそうやらかわいいやらで、なんかやっぱ、あいつら、すげえなみたいな。自然に対してはすごい、まあでもほら柴犬は基本的に猟犬だから、そっか、だから藪の中こう走るし、マムシに噛まれようが何しようがね、うん、
強くなきゃ生き残れないもんね。総量圏そうだもんね。へえ、大したもんだな。まあ、ヘビだけでもいろんな話になりますが、ね、知らなかったですよ。ラジオネームライスキューブさん、うん、27歳男性です。はい、小学生の頃通学路でよくヘビの抜け殻を見かけた。ああ、はい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 。ある日母からヘビの抜け殻を財布に入れておくとお金が貯まるのよと言われたため、うん、抜け殻を見つけては折りたたんで財布に突っ込んでいたのです。あ、でもよくありましたよね、昔みんなヘビの抜け殻入れてたよ。あった、あった。そうですよ、ね、聞いたことありますね。ねえ、うん、ところがお金が入る機会よりも抜け殻を見つける機会の方が多く、日に日に抜け殻でパンパンになる財布を見て、母もさすがにそういうことじゃないのよ、そういうことじゃない、そうだね、ドン引きしていました。だって子供のお財布なんてさ、うん、そんなに頻繁に使うもんじゃないし、お金も増え、ね、増えるもんでもないしさ。おかしいのがさ、札入ってないのに抜け殻すごい入ってた。おかしいよね、かわいいな。でもこの方東京の方で、うん、最近はヘビも抜け殻もあまり見ないっていう。だからやっぱり東京、ね、27歳の彼が子供の頃ぐらいは、うん、いたんですね、結構いたんだなっていう感じですね。あと我々の全く知らない、あ、これ柴さん知ってるかな、うん、69歳陽子さん。はい、ありがとうございます。でもこの69歳の陽子さんのおじいちゃんおばあちゃん、はいね、このおじいちゃんおばあちゃんは鶏の卵を狙ってヘビが来るので、うんうん、その当時陶器の偽の卵っていうのが売ってた。へー、知らなかった。知らないよね。うっかり飲み込んだヘビが消化できずに苦しんで、うん、高いとこから落っこってヘビ退治ができるっていう。なんか童話みたいな。なんかすごいよね。でもやっぱりリアルに、うん、リアルに卵を食べられちゃうっていう、そういうことだよね。すごいよね、生活に即した。へえ。だそれの需要があるぐらい、その養鶏をしてた、あと家で鶏を飼ってたりとかいっぱいあったから、うん、ほんで昔ってほら卵貴重だったから、貴重だから、うん、卵ほら病気にならないと食べれなかったりとかいろいろしたじゃない。取られちゃたまんないっていうんで、うん、こういう、まあ、アイデア商品っていうのがあったすごい ね。さあ、ヘビに関するあのね、いやすごいいただいてるの、ほんとすごいいただいてていっぱい読みたいんだけど、はい、同時にヘビが苦手だから今週きついっていう人もいるの。ああ、ヘビの話ね、あ、聞くだけでもやっぱり嫌な、うん、頭に想像しちゃってみたいなことですかね。だって文字も嫌だって。そう、あ、文字、ヘビっていう文字が嫌だったりとかあのヘビ年の年賀状がもう嫌だっていうそういう人がいるっていう、なんでだろう、ね、さっぱりわかんないや、来週は違うテーマに じゃあ先お願いします。メールアドレスは ij@tbs.co.jpij@tbs.co.jp ファックスは0355620954 0355620954、 また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。おはがき封書の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとメッセージの係までお願いします。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。ハローチューリー。定年を迎えてこれから旅行だ。お車でお出かけされる60代70代の皆さん、安心してご旅行されるためにチューリッヒで自動車保険を見直しませんか？チューリッヒ？チューリッヒは事故故障のご連絡を24時間365日受付、またご契約には業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できます。そこまで、早速見積もりしよう。チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引、お見積もりはもちろん無料。0120-455-572-455-572 まで。崎陽軒大好き、そんな皆さんのために崎陽軒が通信販売始めました。
人気のシューマイやチャーハン弁当を冷凍便で日本全国にお届けします。詳しくは崎陽軒通信販売で検索。あ、幸せの時間がやってきました。崎陽軒玄関の安心はモニターついてるインターホン、 iPhone 一人でも安心だ。モニターついてるインターホン、ほぼ真横まで見える液晶モニターで一層の安心を。リフォームは玄関の安心からぜひ。ピンポンは iPhone。 首都高からのお知らせです。東京2020大会開催時は時間帯によって料金が変わります。ETC でご利用の車は深夜0時から4時まで5割引き、マイカーなどは6時から22時まで1000円上乗せに。詳しくはホームページをご確認ください。首都高。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時41分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。江戸時代、庶民の夏の楽しみの一つが滝を浴びると書いて滝浴みと呼ばれるものでした。文字通り滝を浴びたり滝を眺めたりして暑さをしのいだといいます。東京在住の方には意外かもしれませんが、当時現在の北区の王子あたりはいくつもの滝がある滝浴みの名所として知られ、あの安藤広重の作品名所江戸百景という絵にも王子にあった見事な滝が描かれているそうなんです。あ、そうなの。これちょっとピンとくる、ピンとくるのが、僕都電の界隈で生まれたから、王子って都電が通ってるんで、王子まあまあ行くんですけど、そこにね、名主の滝っていう、こう滝があって、でちょっとこう浸水公園みたいのもあるんですよ。だから、この話聞いて、で、しかも割と小サイズの滝だから、あ、こういうことかってちょっと。あの、飛鳥山、あと山があるから、高い山じゃない、あれ、あそこからこう、滝あったって、おかしくないよね。そういうこと、あそこいきなり上がってるから、そうなんですよ、ね。その名主の滝とかのところは多分、今では小さくなってるけど、相当数あって。うわぁ、その頃にタイムスリップして見に行きたいなぁ。ね、酒持って。酒持って。酒持って。いや、気持ちいいよ、涼しいし。で、その、その、滝の川の水って特に冷たいじゃないですか。はい、あそこで冷や酒を作って。冷やしてさ、冷やして飲んでさ、ああ気持ちいいねってしたいよ ね、 いいね。ただ現在では滝を見て気分をリフレッシュなどなかなかできないのが日本の夏ですね。ならばお香の自然な香りで熱と湿気がこもったお部屋の空気をリフレッシュしてはいかがでしょう。日本香堂の香水香花の花をおすすめします。伝統的なお香の雅に香水の華やぎを合わせ持ったバラ、ユリ、スミレ3種類の優美な香り。明治に生まれ今も愛され続ける100年の名家、香水香花の花をどうぞ。日本香堂からのお便りでした。さあ変わりまして、ラジオネーム秋乙女さん、はい、40歳男性の方、はい、蛇飼ってますと。おで、ついこの間このテーマで、お嬢さんが蛇好きで蛇飼ってますと、で最初ちっちゃかったんだけど一気に45センチぐらいになりましたみたいな話聞いたんですけども、その時の蛇と一緒で、うちで飼ってるのはつぶらな瞳が可愛いコーンスネーク。コーンスネークで、水曜日に紹介された爬虫類好きの娘さんが蛇を飼い出したというお便りと同じ種類の蛇です。で、投稿者様は45センチの大きさになったとおっしゃってましたが、1メートル50ぐらいになりますと。そうですか。そんな長くなんだ。私と同じぐらいです。あ、縦伸ばすと、はい、縦伸ばすと。そう考えるとすごい。でかいね。でかいね。でも蛇嫌いの人いっぱいいますけど、はい、同じぐらい蛇好きの人やっぱいますね。いますね。買おうとまでは思わないもんね、エビ。でしょ。だって何考えてるか分かんないじゃない。いや、だってエビは、だから犬はさ何考えてるか分かるじゃん、猫も。だけどね、俺の友達カブトムシ何考えてるか分かるっつうの。だから愛情持って育てたらなんか分かんできっと。あ、そうなの。そうなんですかね。
若林さんは、はい、ヘビは、ヘビはあの大分が田舎でそこでちょっと川蛇とかを見ていたので、うん、比較的好意的というか、うん、巻いてみたいなみたいな願望があります。テレビで例えばでっかい蛇誰か連れてきて、はい、ちょっとどうです首巻いてくださいみたいなあるじゃん、はい、行ける人行けます。あーいいんじゃない。え私 できたよ。できる。やられたことありますか。うん、あのねハンドバッグ巻いてるみたいな感じ。ちょっと重みがあって、あ結構いいハンドバッグだなと思って私こうやってたもんね。あのね二人並んでるじゃないですか、うん、若林さんが私負けるってえーってなるんですよ。柴田さんが巻いたことあるそうでしょうねっていう。なんでだよ。私はまだ思い出した。竹内かなえ火曜日の竹内かなえが朝の番組で、首に蛇巻いた形全然大丈夫で、うん、むしろ周りの人が引いてましたっていう話をしてたのね、うん、その後自分のに入ってきた情報なんですけど、うん、映像が見つからないんだけど首に大蛇を巻いたまま怖がるミノモンタさんを生放送中に追い回したっていう話なんだけど、誰を、竹内かなえが巻いて生放送中にその嫌がってるミノさんにほれほれほれってやってスタジオパニックになった伝説が、それが CM 中なのか放送中なのか分かんないんだけど、つわもの上には上がいます。いますね。蛇の話お待ちしております。円楽です。修行時代によく先代のお供でごちそうになりましたすき焼きしゃぶしゃぶの銀座嵐月、その特選和牛肉が今日本行動製品のレシートで当たるっていうんですから、もううっしっしですよ。日本行動心弾む家族時間キャンペーン、詳しくはお店やホームページで。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。白村そうた。今度のオーディオムービーは聞くと恋がしたくなる恋愛ドラマ。綺麗ですね。え？天然マイペースだけど魅力的な白村そうた。彼と出会う4人の女性は次々になぜかじわキュン。彼女たちの恋模様はいかに？主演流星涼。4人のヒロインには尾崎由香、平優奈、富山恵里子、剛力彩芽。本編のロケーションは全て実在するもの。白村そうたに好かれたい by オーディオムービー。詳しくはオーディオムービーで検索。東京都がお送りする都民ニュースです。今日はヘブンアーティストの募集のご案内と食の安全都民講座についてお知らせします。はじめはヘブンアーティストの募集のお知らせです。東京都では審査に合格したアーティストにヘブンアーティストのライセンスを交付し、都が指定する公園などの場所でパフォーマンスや音楽演奏を行えるようにすることで、都民の皆さんが気軽に芸術文化に触れる機会を提供しています。現在今年度のヘブンアーティストを募集しています。応募資格は来年の4月1日の時点で、満16歳以上の方であれば住所や国籍は問いません。ただし外国人の方は在留資格を有する方に限ります。応募方法はホームページにてダウンロードした応募用紙に必要事項を記入し、メンバー全員の証明写真、パフォーマンスや音楽演奏の様子がわかる動画を収録した DVD を同封の上郵送でご応募ください。7月30日金曜日の消し印があるものまで有効です。詳しくは生活文化局文化事業課、電話0353207585、 0353207585 番までどうぞ。次に食の安全都民講座、変わりましたよ食品衛生法のご案内です。先月6月に食の安全を守る重要な法律、食品衛生法が大幅に改正されたことから、今回の食の安全都民講座では改正された内容のポイントを絞って動画配信で分かりやすく解説します。内容は改正の概要についてや HACCP に沿った衛生管理の制度化についてなどです。動画は8月31日火曜日まで東京都公式動画チャンネル東京動画、
または食の安全都民講座の特設ホームページで無料でご覧いただけます。配信期間中は講演内容に関する質問を専用フォームと電話で受け付けます。この質問には後日個別に回答します。また食の安全都民講座の特設ホームページでは身近に活用できる食の安全に関するウェブサイトなども紹介しています。詳しくは土曜日曜祝日を除く日の午前9時から午後5時までの間に健康安全研究センター電話0333633472 0333633472番までどうぞ。おしまいのお知らせです。国の緊急事態宣言の発出を受け、東京都は8月22日まで緊急事態措置等を実施しています。都民の皆さんは人の流れを抑えるため、日中も含め不要不急の外出を自粛してください。特に夜8時以降は控えてください。またマスクの着用、手洗い、人との距離を保つなどの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。事業者の皆さんはテレワークや時差出勤などを活用して出勤する人の数を7割削減してください。出勤せざるを得ない従業員の方も遅くとも夜8時までに仕事を終わらせ帰宅するようにしてください。皆さんのご協力をお願いします。都民ニュース本日の放送内容は TBS ラジオのホームページにてご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。ドコモ虫さん代表です。借金をしているあなた、払いすぎた利息が返ってくるケースがあるんですよ。過去に借金をしていたあなたも、そう、カードや明細がなくても大丈夫なんですよ。電話をすればおよそ5分で無料診断ができるんです。調査は無料で、過払い金を取り戻せなきゃ費用はかかりません。調べて過払い金がなくても無料なんですよ。大切なあなたのお金だ、迷ってないで。さあ、ガイア総合法律事務所、0120-077-557 0120-077-557。肩が痛くって洗濯物を干すのが辛い。膝が痛くて階段が億劫。腰が痛くって食事の支度も休み休み。その痛み、いつまで我慢します？我慢しないでください。通産糖で早めの対策をおすすめします。通産糖は麻黄、杏仁、翼胃仁、甘草、ボーイといった生薬が痛みを徐々に和らげていく漢方に学んだお薬です。まずは無料の試供薬をお試しください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-305 305-305、 最瞬間製薬所まで。通産糖は指定第2類医薬品です。薬剤師、登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。0120-305-305。ネットで車の価格調べてみよう。また電話。ネットで車の買取相場調べたいだけなのに。だったら、グーネット買取。車の買取相場がその場でわかる。営業電話は一切なし。欲しいが見つかる。グーネット買取。グーネット買取で検索。直前、東京2020オリンピック情報。直前、東京2020オリンピック情報、キャスターの佐々木香織です。今回は3大会ぶりに復活した野球のご紹介です。日本代表はオールプロの編成で稲葉篤紀監督のもと悲願の金メダルを目指します。オープニングラウンドの後に行われるノックアウトステージは変則的な方式になっています。もちろん全勝すれば金メダル獲得ですが、敗者復活があるため3敗しても優勝できる可能性もあります。決勝は8月7日神奈川県横浜スタジアムで行われます。片思い、いや辛いね。もう一生分の勇気出して告白しよう。その音はシェアするだけできっと
気持ちまでバレてしまう。優しい。気になったラジオ番組を共有できるシェア機能。世界を広げる音がある。ラジコ。B 型肝炎訴訟のことなら、東京弁護士会所属法律事務所未来を。条件に合えば最大3600万円の給付金が国から受け取れます。まずは未来をで検索を。相談料着手金無料。0120-783-005 法律事務所未来を。直前東京2020オリンピック情報でした。川口技研。秋田しおりです。夏になるとお家の中は高温と湿気で大変。それを解決するには窓や出入り口に網戸をつけて自然の風の通り道をお家の中に作りましょう。 OK 網戸は川口技研です。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島淳さん、おはようございます。おはようございます。関越道の上りは嵐山パーキングエリアの事故の処理終わりました。2キロを10分。圏央道の外回りは鶴ヶ島ジャンクションで故障車のため4キロを15分です。首都高速道路は中央環状線の内回り中野長者橋では事故処理中のため8キロの渋滞。王子南から50分。影響で合流する5号の上りは熊野町ジャンクションで10キロ、戸田南から1時間30分です。都内の一般道は環七通りの外回りが高円寺南で事故のため板橋に向けて2キロを20分です。以上です。警視庁から飯島淳さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は9時21分頃お伝えします。事業を始めて3年、大きくしたいけどお金貸してくれないと思うんだよな。実績って言われてもこれからだし、どうすりゃいいの？それでも大丈夫。本当に創業の方応援します。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。バリに魅せられた人たちへ心癒されるリゾート住宅ヴィラステージ、 TBS ハウジング伊勢崎会場にてモデルハウスを公開中。リゾートを日常に、カユスタイルハウス。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは自由律俳句を楽しむ方斎と三等歌と、9時半頃からは伊集院光とラジオとプレゼント。今日は次に来る漫画大賞2021、おすすめの作品はこれだプレゼン対決。10時過ぎからは俳優の三宅宏樹さんが登場。10時40分頃からは伊集院光とラジオと子ども電話相談室とお送りします。ラジオネームもっこりさん、はい、子供の頃に田舎のじいちゃんばあちゃんのところに遊びに行くと、うん、何の説明もなくこれ食べてみなと小枝のようなカチカチのものを渡されました、はい、食べてみると味は骨せんべいのような噛み応え、うんうん、親に聞くとそれはうなぎを干したものだと言われ、うん、何の疑いもせず中学生頃まで行くたびに食べていましたが、うん、ある日突然それはマムシの干したのだと聞かされました。マムシをお菓子感覚で食べていたとは。へえ。おじいちゃんばあちゃんからしたら貴重なタンパク源だったりとか、ね、需要があったりとかで、うんうん、なんかほら精力剤とかなんとかほら、ね、いいものとして貴重でいいものとしてあげてたんだろうね、うん、びっくりするわな。そりゃびっくりするわ。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。
9時です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの若林優子です。おはようございます。木曜パートナーの柴田理恵です。ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間です。早速今日のニュース、熊崎和人アナウンサーお願いします。はい、今朝は6本のニュースをお伝えします。国内で昨日新たに3194人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。国内全体の感染者の合計が3000人を超えるのは先月2日以来です。東京では1149人の感染が確認され、前の週の同じ曜日を25日連続で上回りました。死者は全国で合わせて20人報告され、死者数の累計は1万5000人を超えました。菅総理大臣は昨日、新型コロナウイルス対策で酒類の提供停止に応じない飲食店との取引停止などを酒類を販売する業界に要請した問題をめぐり、西村経済再生担当大臣を更迭しない考えを示しました。記者団に西村氏更迭を問われた菅総理は、西村氏は感染防止のために朝から夜まで頭がいっぱいでいろいろな対策を練ってきていると擁護しました。東京都が緊急事態宣言などの影響で売り上げが減少した酒類の販売事業者が給付金を申請する際、酒類の提供停止を伴う要請に応じていない飲食店との取引を行いませんなどとする誓約書の提出を求めていたことが分かりました。誓約書は政府から出された事務連絡に基づいて都が出したものでしたが、国がこの通知を廃止したため、都も昨夜誓約書の該当部分を削除すると発表しました。菅総理大臣は昨日、来日中の国際オリンピック委員会のバッハ会長と官邸で会談し、東京オリンピックについて一致協力して成功に導きたいと強調しました。会談でバッハ会長は、日本が東日本大震災や新型コロナを乗り越えていると指摘し、この大会が歴史的なものになると確信していると述べました。新型コロナウイルスの感染状況が急速に悪化しているインドネシアから日本人を乗せた特別便が昨日成田空港に到着しました。この特別便でインドネシアに駐在するゼネコン大手清水建設の駐在員ら52人が帰国しました。インドネシアでは新型コロナの変異ウイルスデルタ株の感染が拡大し、14日には過去最多となる5万4517人が感染しました。最後のニュースです。アメリカのバイデン政権は企業などに対し、中国の新疆ウイグル自治区での強制労働や人権侵害に関与しないよう警告する文書を発表しました。綿製品や太陽電池など幅広い業界で強制労働の疑いがあるとして、人権侵害に加担した企業だけでなく融資した金融機関も制裁対象になり得るとしています。日本企業も一段の対応を迫られる可能性があります。ニュースでした。熊崎和人アナウンサーありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。 DVD 空気階段単独ライブ、アンナ気を利かない、気をつけろ侵入者め急に役に戻る。配信チケット1万枚以上売り上げ、大きな話題を呼んだあのライブを完全収録。わっ、なにわっ、なにチャールズテッカー、こんな近くにリスナーがいますか。税込み3850円で販売中。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。伊集院光とラジオとニュースと、
ここからは解説です。今朝の解説は、時事通信社元解説委員長で、帝京大学教授、軽部健介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西村大臣周り、いろいろ出てきましたが。そうですね。はい、大きく分けて二つ申し上げたいんですけれども、一、はい、つは、菅政権のものの決め方の問題ですね。で、実は行政府という内閣の下でいろんなことが決まっていく場合は、一種手順というか作法というか、はい、そういうものがもう確立されているんですね。で、コロナであれなんであれなんですけれども、まず一番最初に行うのは、各省官で各省会議というのをやります。はい、でそれは下はもう本当に係長とか課長補佐とかそこら辺から出てきて、これはお前の省庁のその管轄する法律にどっか触れてないかとか、お前の省の要求は何だとかって言って、ガチャ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 議論をする。で、筋の悪い話はそういうところで潰れていくんです、ね。はい、で、今回の場合は多分そのコロナが流行ってきて、で、焦っていたということがあるんでしょうけれども、どうも、新聞各所読むと、その各所会議がすっ飛ばされてなかったというようなことのようなんですね。あるいはもう通知だけ、こういうことやりますよ、みたいな。で、ただ通知だけとはいえ、だけとはいえですね、やはりそれが国民生活に大きな影響を与えてくる、あるいは関係者に大きな打撃を与えるというようなことが予想されるのであれば、なぜそこで官僚は止めなかったんだろうという気がすごくするんですね。で、そういう機能が働いていないということであるならば、これは菅政権の意思を決める、つまり行政の意思を決めるという決め方そのものにどっか病理が潜んでるんじゃないかという気がちょっとするんですね。で、それはこれは官邸一強とかそういうことではなくて、やはり官僚がどうやってその政策に関与していくのかというような部分の問題だというふうに捉えることができるんだろうと思います。その官僚も気づいたら、これはさすがにまずいと思いますよっていうことを言えるような、今、環境になってないっていう、その可能性がありますね、つまり、そうすると、今回のように金融機関を活用するという案がストップしてしまうので、はい、そうするとそれはひょっとしたら西村さんの怒りを買うというようなことを恐れたのかもしれません、ただ、やはり法律上できることとできないこと、あるいはやっていいこと、やっていけないことというのを一番よく知ってるのは、官僚、つまり、彼らはそのそばにいるわけですから、でそれ彼らがちょっとこれやばいなと思ったらそれはやはり上司に言わなかったら存在意義がありませんよね、でそういう一言個人の、官僚たちがいなくなったとしたら、それはそれでかなり深刻な問題だろうと思いますね。それとこう西村大臣は更迭しませんと、でその日夜頑張ってるから、よくわかんないです、なんかでは頑張ってらっしゃるのは頑張ってらっしゃるんだろうと思いますけれども、はいはい、ただちょっと方向が違うぞという気がすごくしますね。で西村さんご自身官僚のご出身のはずです。で通産官僚だったかなということで、霞が関の流儀よく知ってるんだろうと思いますけれども、法律に基づかないことができないということぐらいよく分かってたんだろうと思います。で実はそれが2点目に言いたかったことなんですけれども、はい、今回のこのドタバタを通じて見えてくるのは、行政とは何かと、はい、あるいは行政ってどこまでできるのかという問題を投げかけているんですね、はい、で要するに行政のアクションというのは基本的には法律に基づきます、で特に民間の行為、例えば営業、これは営業をする自由の話になりますから、そこにその介入をしていくわけですよね、でそういう介入ができるのかできないのかというのは極めて大きな問題です、なぜならばそれを、行政から命令を受けるあるいは指令を受ける方はもう死活問題になってしまうから、でそういう民間の行為に鋭意に対して介入する場合にはそれは法律に基づくものでなければなべ、で今回の場合は要請だと、金融機関に対しても要請だということなんですけれども、そもそもその独禁法上の問題を含むというのは別にしてでもですね、それがどういう効果をもたらすのか、それが法律に基づいていない以上自分たちがやっているのはこれ何なんだということが、少なくとも西村さんあるいはその周辺で、吟味されたのかどうか。そうなんですよね。で、だから2ことめには要請であって強制ではないんだみたいな話になるんだけど、それを、受けた側がどう感じててどう機能していくのかみたいなことはかなり吟味しないと
しかも陽性だということ自体がかなり問題なんですね。はい、で、実はその、行政の要請って何なんですかというのは、これは、極めて大きな問題なんですね。で、昔行政指導というのがありました。行政指導というのは、まあ、お上が、行政の側が、こうやってほしいんだけどな、みたいなことで、それを、まあ、民間に行って、民間も、その、行政の意向を忖度し、うん、はい、わかりましたと、うん。こういうことだったんですけれども、実はこの行政指導というのは非常にわかりにくい、うん。外から見ると非常にわかりにくい、不透明な行為だったんですね。で、1980年代、から90年代の初めにかけて、この行政指導そのものが問題になったんですね。うん、で、こういう行政指導をやってるから、日本は不公正貿易慣行が治らないんだ、みたいなことをアメリカにガンガン言われたんです、うん、で、日本も、まあ確かに行政指導ってのはちょっといかんな、みたいなところがあって、行政手続き法という法律をこれを制定しました。で、基本的には行政指導をやるときはその根拠だとか、いうことを書面で示すとか、いろいろ、まあ改善が図られたんですけれども、やはりそういう改善が図られたベースにあるのはそういう行政指導なるものの不透明さということだったんですけれども、うん、そこからまた数十年経ってこういう事態なんだなと、うん、あんまり進歩してないんだなというのはすごく思いますね、うんうん、話ちょっと戻りますけど、やっぱりその西村大臣が一生懸命やっている、で日夜そのことを考えている、うん、だから、処分をしませんっていう話になるとね、今軽部さんの言った官僚の下の方の人たちは、上から来たものに対して、これおかしくないですかっていうチェック機能がどうやら働いていない。で、上は、上で、菅さんは、これに関しては議論をしていない。で、頑張ってた人だから、更迭しないってなっていくと、もう一人の暴走で、わけのわからないルールが歩き出す政府っていう、とても恐ろしいことになってることを認めることに僕なると思うんですけど。普通チェック&バランスが働かなきゃダメなので、はい、で、例えば国会が、その、これは立法化するんであれば、これおかしいと言って立法化させないとか、いうことがあるんですけれども、やはりその前に、それ今回はその内閣の中、つまり行政府の中でチェック&バランスを効かさなかったらダメだったと思うんですが、まさに今おっしゃったように、それが効いてなかった。で、じゃあ、その、一生懸命やってるから、それがその免罪符になるのかと言われれば、そんなんだったら、例えば何か大きな失敗したんでも、まあ一生懸命やってたんだからいいよなって言って、誰も罰せられないっていうことになってしまうので、うん、やはり社会はそうは回っていないはずです、うん、普通は。ただ、そこは、当然別の要素が入ってきて、今、西村さんの首に手をかけた場合に、それ政治的な、まあ、マイナスっていうのが非常に大きくなるという、うん、誰でもわかることなんですけれども、うん、そういうことを考えると西村さんに対して、処分的なことはなかなかできないなというふうに菅さんがお考えになってるんじゃないのかなというのは容易に想像がつきますね。僕なんかもっと思っちゃうのは、そうなって西村さんが切れると議論したのかしないのか議論になるじゃないですか、うんそれは大変困るんじゃないですかっていう感じが僕はしちゃうんですよね。西村さんが、じゃあ今まで僕が言われてきたことはこれですってなっちゃうことがまずいから、なんとなくご反論法的に終わっちゃってんじゃないのみたいなことまで思っちゃうんですよね。まあ要するにこれでまあ事態が収束してくれれば、まあ八方丸く収まった的な終わり方をするということなんでしょうけど、しかしこれ、多分地下水脈としてどんどんマグマは溜まってるんですよね。で、こういうことが繰り返されるので、国民の方はイライラがまたさらに募っていくという状況になるんだと思いますね。で、これもう一つ、ちょっと、はい、離れたニュースなんですけども、アメリカが、まあ、その、ウイグルとかで、不当なことが行われてるような企業とは取引をしませんっていう、ことを言う。で、なんでしょうね。もちろんね、その差別的な扱いを受けたりとかね、もう、人権があってないようなことをされている人たちが、例えばものすごい低賃金で強制労働をさせられてできたものが最終的に安く流通しているみたいなことがあっていいかったら絶対なしなんですけど、アメリカは 100% 正義でこれをやってるのかっていうのは、僕ちょっとだけ気にかかるんで。実はその、西村さんの話と、このウイグルの話、アメリカの話ですね。うん、またこれも地下水脈で繋がってるんですね。どういうことかというと、経済、まあ今回は経済活動ですけれども、はいはい、経済活動にその公権力が介入をしてくる場合というのは、まあ、それなりのその法律的な根拠がありますよとさっき申し上げましたけれども、うん、これまで、
アメリカなんか特にそうなんですけれども、経済に対して公権力は介入するなというのが主流だったんですね。うん、で、例えばグローバル化っていうことで、どんどんその人、物、金の移動が自由になっていく。これはもう自由な経済活動だと。そんなところにお上が、公権力が関与するなというようなのがもうアメリカの発想だったんですけれども、最近ちょっとその流れが変わってきてるんですね。うん、で、それは何かというと、中国の台頭を目の当たりにしたアメリカは、やはりこれは安全保障、それが重要なのであって、安全保障というその切り口から、自由な経済活動を、一時介入する、少しやめさせるということが可能なのではないかというような意見が台頭してるんですね。で、今、おっしゃったように、ウイグルさんの、ウイグルに関連するものを使ってたら、アメリカの法律でそれ営業をダメにしますよ、みたいなこと。これも、言ってみれば一種自由貿易、自由な意思で行う、その貿易を抑制するという働き方を持つんですけど、それが、経済安保、あるいはその対中国ということで、その免罪符になっちゃうということなんですね。で、それはアメリカだけではないんです、実は。今、日本もそういうその動きが非常に台頭している。うん、で、官邸にその経済安保専門の部署ができたというのに象徴されるように、日本もその安全保障という言葉がつけば、自由な民間の経済の栄誉に対して介入できるんだと。いうような、そのことが、なんて言うんでしょう、認められつつあるというようなことなんですね。で、コロナや、要するにコロナという大、錦の御旗があれば何でもできるのかという、そうじゃない。で、それと同様に経済安全保障だという錦の御旗があれば何でもできるのかと。多分それもそうじゃないと。で、そこの線は非常にグレーなんです。ですからこれからは私たちが注意していかなければいけないのは、その今回のコロナのように、どこまで線が引けるのか。行政が介入できるのかっていうことは、もうケースバイケースで考えていかなきゃいけないだろうということなんですね。なんかちょっと念を押しておきたいのは、当然、不当な働かされ方をしてたりする人はなくなるべきだし、例えば、ひどく環境に負担を与えてるような企業は、やっぱり、優遇されちゃいけないと思うんです。で、コロナももちろん、ちゃんとルールを守る人が大切なのはわかるんです。だけど、その、まさに錦の、見張ったのもと、何かグレーなものも全部押し込まれる感じは、少し見ておかないといけないっていうのはちょっと思います、ね。うん、おっしゃる通りだと思いますね。カルビさん、たっぷりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、森弘の高純度グルコサミンは、機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が、膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして、膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、堀弘の高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は堀弘ほか各社の提供でお送りしました。おもちゃ満足、おもちゃ王国。見て触れて体験できるおもちゃのテーマパーク、軽井沢おもちゃ王国。大人気ワクワク大冒険の森がリニューアル。メルちゃんアイランドも関東初登場。詳しくは軽井沢おもちゃ王国で検索。ここで司法書士法人中央事務所からのお知らせです。このラジオを聞いている方の中で、昔少額のキャッシングやカードローンをしていた方はいませんか？もしいれば自分には関係ないと思わず、1分だけお時間をください。キャッシングやカードローン経験者を対象に、返金される現金のことを過払い金と言います。利用金額が少ないため、自分には過払い金がないと思い込んでいる方が多いですが、それは誤解です。過払い金の利息は受け取っていない期間に増額するので、たとえ利用した額が少額であっても現金を受け取れる可能性があります。ちなみに、あなたが現金を受け取れるかの確認に費用はかかりませんし、お手続きをした後でも過払い金がなければ費用はかかりません。もちろん受け取る金額以上の費用もかかりません。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも、試しにお電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。
周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。この CM を聞いた方は無料の確認ダイヤル 0120-101010-101010 にお電話を。時刻は9時19分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、おはようございます。はい、おはようございます。お伝えします。朝のうちは埼玉県に大雨警報、洪水警報が発表されていたんですが、先ほどすべて解除されました。現在関東地方に発表されている警報はありません。ただこの後も関東各地で不安定なお天気は続きそうです。今晴れているところ、雨が降っていないところでも急に雨が降ってきたり雷雨になったりする見込みです。天気の急変にご注意ください。ということで今日は洗濯物はなるべく部屋干しにすることをお勧めします。またお出かけの際は雨具を忘れずにお持ちください。日中の最高気温は30度前後の予想です。昨日よりも少し高く、湿気が多いので今日も蒸し暑くなりそうです。こまめに水分や塩分を取ったり、室内ではエアコンを使うなどして熱中症対策も心がけていきましょう。ここまで天気予報をお伝えしました。気象予報士の石上沙織さんでした。次回の金曜ボイスログはフィットネスジム特集。あなたのおすすめのジムをレビューしてください。ゲストは史上最強の腹筋を持つ筋肉系クリエイター、サイヤマングレートさんです。ジムの話も聞きたいけど、僕一度も腹筋が割れたことがないので腹筋の割り方も聞いてみたい。金曜朝8時30分から。時刻は9時21分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島淳さん、お願いします。はい、お伝えします。東名の下りは綾瀬スマートインターで12キロを30分、中央道の上りは高井戸で8キロを40分、そしてこの中央道では車両火災後の緊急工事のため飯田山本インターと中津川の間、上下線とも通行止めが続いています。圏央道の外回りは故障車のため鶴ヶ島ジャンクションで7キロを20分です。首都高速道路は中央環状線の内回り、中野長者橋では事故処理中のため6キロを40分、影響で合流する5号の上りは熊野町ジャンクションで11キロ、戸田南から1時間50分、そして都心環状線の内回りは浜崎橋ジャンクション付近、散乱したパチンコ玉の回収作業を行っているため2キロ半を10分、影響で合流する羽田線上りは浜崎橋ジャンクションで4キロを10分です。以上です。警視庁から飯島淳さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は9時52分頃お伝えします。ご飯が進む、ご飯が進む、ご飯が進むよ、進むけん、ご飯が進む、野菜の元気をお届けします。ピックルスコーポレーション。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ、今日は建材エクステリアの日、工場の味方、モノタロウに検索。エリオット、話がある。なんだいパパ。今日こそはゴキブリムエンダーを使う。ゴキブリムエンダー？数回空中にプッシュするだけでゴキブリを全滅させるムエンダー。ニック機害虫を根こそぎにしてやるのだ。待って、待ってよパパ。ん？そんなことをしたらチャーリーが。チャーリー？誰だそれは。それは、僕の。ん？あなた！どうした？ゴキブリ、キッチンに。よし、待ってろ。待ってパパ。なんだエリオット、なぜ邪魔をする。チャーリーは害虫なんかじゃない。何？僕の友達なんだ。エリオット、お前何を言ってる。ゴキブリと少年、次回へ続く。緊張ゴキブリムエンダーは使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。チャーリー。
夏到来。パチンコ&スロット気候なグループがこの夏を盛り上げる。スタッフ一同爽やかな笑顔と充実の機種ラインナップで皆様のご来店をお待ちしております。ぜひお近くのキコーナへ。街の明かり、キコーナ。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくはTBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオと放送と三等価と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオと放送と三等価と、時刻は9時25分です。今週もリスナーの皆さんの自由な俳句、自由律俳句を味わっていきます。松茸梅3種類のコーナー専用ステッカー絶賛プレゼント中です。さあ、読み手は森本武郎スタンバイ遠藤康子さんにお願いしております。今日の1句目、大阪府ラジオネームパスカさんの1句です。母みたいな服の人を見た。母みたいな服の人を見た。これ私なんですけどね、うん、ほら、若い子って、古着みたいなのすごく着るじゃないですか。はい、で、その古着がまたさ、自分の母の若い頃の、昭和の、なんかこう、おしゃれ、うんうん、スーツみたいなの着てたり、ワンピースみたいなの着てたりするとね、はい、若い子なのに、うちのお母さんと同じ柄のスーツ着てたりする子がいるんですよ。ああ、でもちょっとわかる、それ、うん。それがね、ドキッとするの。もう、うちの母も90いくつで、あれですけれど、あれが、バリバリに働いてた頃のお母さんがそこにいると思う。うん、思っちゃうんですよね。自分がパッと幼稚園生みたいになって。なんか、チェックの上着に真っ赤なシャツで、うん、でいてなんか頭スカーフでこうちょっと髪の毛上げてたりとかするのが僕のお母さんがとびきりおしゃれしようと思ってる時の服装なんだけど、その服装の人、そう一周も二周もしてたまにいますよ、ね。いるの。だからその時に、はあ、あの頃のお母さんだって。そう。だから、いや、古着文化っていいなってちょっと思ったりもするんですよね。ああ、なるほど、うん。若い子が着ると本当になんかね、おしゃれに見えるし、うんうん、だから古い服かもしれないけれど、うん、こう光り輝くっていうのかしら。なんかちょっとね、白黒とかセピア色の思い出をその人がちょっとカラーにしてくれるみたいな、ちょっとそういう味わいあるかもしれないな。かといって私の年齢で昔の母の服を着ると、とってもそういう風には見えないんですよ。そうか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 。古着ってね、はいはい、不思議なのよ。なんか若い子が着ると光り輝くのに。今こう昭和レトロみたいな名前ですごく人気だって。うん、あ、やっぱそうなの。はい、うん。なんかそれこそ肩パッドが入ってるスーツとかをあえてこうメルカリとかで売ってみたいな。うん、じゃあ私たちまだ売れるね。はい、本当売ろうかな、はい。紹介されてるの見ました。うん、へえ。でその母みたいな服の人を見て、このパスカさんが何を思い出すんだろうね。そうですね。やっぱり。何を思い出すんだろうね。やっぱり綺麗だった頃。だから私が思うには、やっぱり今もう母はだいぶ年寄りで、歩くのも大変ですけれど、だけど、昔生き生きといろんなところに行ってたお母さんとか思い出すといいなと思ったりするんじゃないかな。介護してる人は、ふわっとそう思うんじゃないかしら。ああ、俺は今言った服装の母が行くところはデパートで、で、兄弟4人いるんだけど、俺が一番力持ちだから、うん、荷物持ちでついてくるって言われて、俺だけ連れて行ってもらえることがあって、で、そうすると、荷物持ちした分ねって言って、他の3人の兄弟に内緒でちょっとしたもん買ってもらったりする。その辺がもう怒涛のごとく出てきたね、今。あ、私はこの時期ならお中元配りに行くとき。へえ、一緒に行くんだ。ああ、なるほど、おしゃれして行くんだ。で、うちのお母さん方向音痴だけど、私すごいしっかりしてるから、次はこっち、次はこっちって。そう。いやー、やっぱこのコーナーすごいのは、この短い文章でここまでトリップできるからね。うん、そうですね。詰まってますね。ね、さあ、続いて、神奈川県ラジオネーム、
ヨカチョロさんの一句です。ポケットから数珠とビンゴカード。ポケットから数珠とビンゴカードこれは僕選んだんですけど、はい、もうちゃんとした黒はもうこれ一着で、あとはネクタイの色で、いいイベント悲しいイベント、うん、まあ分けてるわけですけど、調整してるわけですね僕は広げたいのはこのちょっとこう滑稽でありなんか引きこもごもな絵で、多分今日も着るからでしょきっと。そうそう、だから出してきてみて、あれっつって右のポッケに数珠出てきて、左のポッケからビンゴカード出てきて、でどっちに行くんですかっていう感じです。確かに今日はどっちっていうこととかもなんか考えちゃう。また最近両方ともないからね。ああ。大数珠使うときも、そうやってミンゴカードするときもないじゃない、その機会が。そうだね。だ入れっぱなしで。うん、パなしだよね。さあ、続いていきます。東京都ラジオネーム、インチキ編集者さんの、編集者さんの一句です。予測変換に。喧嘩の傷跡。予測変換に喧嘩の傷跡。はい。はい。これ私が選んだんですけれど、私よく母と喧嘩をしまして。あ、そう、ね、今月25になったんですけれど、本当に、まあ一週間喧嘩せずに過ごせる日があるかないかみたいな、いつまで反抗期なんだってよく怒られるんですけれど、やっぱりこう、LINE とかができるようになって、メールでの喧嘩も増えたんですよね。なんか、すごいなと思うのは、冷静な喧嘩だなっていうか、うちのに一生懸命でなかなかメールで喧嘩できないけど、もうできる世代ね。それだったら電話で喧嘩した方が早いじゃない。そうなんですよね。で、こう、それこそ、うるさいとか、もう、うからうるさい。うからうるさいとかが出ちゃうと、放っておいてが。放っておいてとか出てきて、なんかその時はこう、感情のままに打ったものの、ちょっとまあやっぱり冷静になって、他のこう、検索とかしようとした時に、出てきたら、打ってこう、それこそ自分の胸が痛むというか。なるほど。なるほどね。ああ、そうだね。うるさいが出るぐらい私はうるさいって書いてるんだっていうやつね。そう。それをちょっと思い出して反省しました。確かにね。予測変換ってもう人に見せられないよね。見せられないです。本当に。本当に。この、ここからこうなっちゃうほど俺これ打ってんだっていうのが、もうね。本当だから予測変換一瞬にして何かあるときは消さなきゃダメだよね。いやそうですね、履歴みたいな。本当にって打った途端に申し訳ございませんでした。いつも謝ってる。どんだか謝ってる。そういうことだよね、うん、予測変換に喧嘩の傷跡、はい、ということで、どんどん送ってください。発先お願いします。メールの場合はメールアドレス ij@tbs.co.jp まで、おはがきの場合は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと自由律俳句の係まで、番組の投稿フォームもご利用いただけます。ご応募いただいた方やご紹介させていただいた方には松竹梅ステッカーを差し上げます。はい、来週も自由な一句をお待ちしています。ケーズ電機安心パスポートはスマホアプリがおすすめ。ダウンロードと新規ご登録で税込み1100円以上の商品に使える500円引きクーポンをプレゼント。さらに今なら500店舗達成記念の500円引きクーポンもプレゼント。新製品が安い、ケーズ電機。伊集院光とラジオと豊斎と三等家と、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りしました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は床の汚れや雑菌を水拭きだけでスイスイ落とせる CCP コードレス回転モップクリーナーネオプラスを紹介します。シリーズ累計販売数85万台を突破した人気のお掃除アイテムがさらにパワーアップ。モップの回転数が1分間におよそ150回になりました。特殊繊維を使用したモップパッドが高速回転することにより水拭きだけで雑菌を 99.9% 花粉も 99.6% 除去。手を添えるだけで前に進んでいくので楽にお掃除ができますよ。色はホワイト、ブラウンの2色からお選びください。
お値段はモップパッド4枚をセットにしてメーカー希望小売価格税込17,600円のところおよそ 43% オフの税込9,980円。ただし7月16日までの期間限定特別価格です。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。あららあらららららら、とろーり甘口文鮮ののりつくだに、あら、あ。東京2020交通規制のお知らせです。江ノ島、鹿島、伊豆など都心部以外の会場周辺でも渋滞や混雑が予想されます。お出かけの際はマイカー使用の自粛や経路の変更にご協力をお願いします。詳しくは公式ウェブサイトへ。伊集院光とラジオとプレゼント。さあ、リスナーの皆さん、後ほどプレゼント当たりますので最後までお付き合いください。伊集院光とラジオとプレゼントのコーナーです。今回は次に来る漫画大賞2021。僕このプレゼンきっかけで読んでる漫画めちゃくちゃ多いです。おー、で、早いから、うん、いつもみんなに俺初で自慢してます。プレゼンターの名前とか一切出さずに俺初で俺が見つけたっつってますんでね。さあ、次に来る漫画大賞は2014年に雑誌のダヴィンチと、動画配信サービスニコニコが創設した、誰でもインターネットから投票できるユーザー参加型の漫画賞です。選考対象は受付開始の2021年5月7日時点で、紙雑誌またはウェブにて連載している作品です。で、発売されている巻数が5巻以内、もしくは連載開始日が2020年1月1日以降の作品ってことでは相当新しい漫画がエントリーされます。え、若林さん、漫画？あ、私読みます。あのアプリとか最近あるじゃないですか、うん、だからもう隙間時間になったらひたすら読んでますね。じゃあぜひ今日は聞いた情報を自分初としてはい、持ち帰ります。、はい、皆さんすいません、名前は出しません。はい、さあ、今回はノミネートされたコミックス部門40作品、ウェブ漫画部門60作品、合計100作品の中から漫画好きの番組リポーターに気になる作品を好きなだけ読んでもらいまして、特におすすめの1作品をプレゼンテーションしてもらいます。それでは今回のテーマお願いします。次に来る漫画大賞2021おすすめ作品はこれだ、プレゼン対決。さあ、それでは今回のプレゼンター3名紹介しましょう。まず1人目はこの方です。おはようございます。お笑いコンビターリーターキーの伊藤奈美です。伊藤奈美はまあ漫画好きだもんね。もう大好きですね。もうサンドの飯より漫画の方が好きです。本当に大好きです。だって結構ね、サブカルチャー系すごい好きで、はい、そのコンセプトカフェ行ったりとか、はい、漫画読んだりはまあ得意ということで、はい、もう優勝したいです。はい、そしてあなたの名前は出さずに人に、自慢していきますけど。いや、出してください。それは出してくださいよ。さあ、そして2人目のプレゼンターはこの方です。おはようございます。お笑いコンビ駆け抜けて軽トラの持田コシヒカリです。もう今伊集院光の妹コンテスト1位ですから、ね。兄貴お願いします。まん丸のまん丸の、持田コシヒカリです。よろしくお願いします。お願いします。そして3人目のプレゼンターはこの方です。おはようでござる。ピン芸人のお侍ちゃんでござる。ポンチ絵とか言ったのかな。まあ、江戸時代はなんつう漫画はないの。江戸じゃないんですよ。あの挿絵とか、まあ、イラストぐらいなもんですから。でもその、でもイラストでちょっと面白いやつ結構あるじゃないですか。まあありますね。ね、はいはいはい、どっちかっていうと漫画に出てきそうな、まあ、お侍ちゃんだけどね。そうですね。はい。さあ、3人にこれから次に来る漫画大賞2021年のおすすめ作品について1人2分間でプレゼンテーションをしてもらいます。で、今回の審査員は、若林ちゃん。あ、私。はい、はい、プレゼンの良さで
プレゼンの良さで、ね、このプレゼンがいいというところで選んでください。承知しました。さあそしてリスナーの皆さんへのプレゼントですが、全国の書店で使える図書カード3000円分になります。ぜひ最後まで、聞いてご応募ください。さあ行きましょうか。じゃあ伊藤ちゃんから2分間です。2分経ったら即終了です。それでいきます。用意スタート。主人公が努力し挫折をし仲間と切磋琢磨しオリンピックを目指す漫画といえば、舞台は何だと思いますか？バレーボール、バレーボール、スポーツ、サッカーとか、とか思いますよね、うん、この漫画の舞台は数学なんです。数学、数学です。ご紹介するのは数学好きの高校生春一が数学オリンピックの日本代表を目指す物語、数学ゴールデンです。この数学オリンピック高校生以下の実際にある世界的な大会、うん、日本代表に選ばれるのはたったの6人、超狭き門なんです、うんうん、にもかかわらず春一は第一志望の進学校に落ちてしまいます。その進学校に行った同級生からは、志望校すら受からなかったお前が数学オリンピックなんて無理だとバカにされるんです、うん、そんな春一を見た時に私思い出したんですよ。自分よりもちょっと早くネタ番組に出た同期が調子に乗って見下してきたなーって、もう腹立っちゃって私、はあ、出た個人的裏切り、はい、そんな当時の自分を重ね合わせて春一をめちゃくちゃ応援したくなったんです、うん、最初は一人だけで勉強していた春一は数学好きのクラスメートマミに出会うことで柔軟な発想に刺激を受け視野が広がり、うん、数式の解き方や数学への考え方が徐々に変わっていくんです。っていうのも数学に最も必要なものって私公式とかだと思ってたんですよ、うん、でも実はひらめきが重要だったんです。へー、机に向き合うだけではわからない少し違う角度で物事を考えることが大事なんです。努力と友情と根性で栄光を勝ち取る、これはまさにスポコン。泥水や怪我は出てこないけど数学はもはやスポーツです。最後なんだよ、何が言うか分かんない。数学はスポーツですって言いました。まあね、すごいね。そうか、数学オリンピックももう漫画になるのね。そうなんです。でもよく言うよね、その、うんうん、秀才っていうか数学のテストの点数が高いっていう人よりもうワンランク上の数学の人は、うん、はい、インスピレーションとかなんかひらめきだみたいなこと、うん、とか愛があったりするでしょ。なるほどなるほど。博士の愛した数式でしたっけ。そう、数式見て綺麗って言ったりするもんね。ほら、あなたこうでしょっていう、なんかすごいそういうの、はい、面白いなと思った、ね。もちろんそういうのも入っておりますので。そうなんだ。はい、これ以上プレゼンをすると。そうです。原点だよね。原点ですよ。原点ですよね。たまります、お母さんの耳を引っ張りますよ。お母さんはお母さんに対応しますよ。お母さん嫌だな。さあ、続いていきましょう。続いてのプレゼンターは、駆け抜けて軽トラ、持田コシヒカリ、いきましょう。2分間、用意、スタート。最近ついに体重100キロ到達した私がおすすめするのは、うん、湯崎坂臣先生の作りたい女と食べたい女です、うん、主人公は料理が大好きなアラサー独身女性野本さん。自炊をして一人で食事をする毎日、うん、小食かつ一人暮らしのため作れる量や料理のレパートリーが限られます、うん、本当はゲームに出てくるレシピの再現とか、うん、デカ盛りの料理とかたくさん作りたい、うん、でも食べきれないから作れない、うん、そんな悩みを抱えていました、うん、ある日マンションのエレベーターで偶然乗り合わせたのはこちらもアラサー独身女性、うん、実写化するなら私が演じたいほど大柄な春日さん、うん、彼女はファストフードの袋をたくさん持っていて、パーティーか何かですかと聞くと一人で食べますとのこと、うん、近くにこんな逸材がいたなんて。これが作りたい女と食べたい女の運命の出会いになります。なるほど。もちろんたくさん美味しそうな料理やレシピは出てくるんですけど、うん、私が一番心打たれたのは作中に出てくるアラサー女子の食事に関するあるあるなんです、うん、例えば職場に手作りのお弁当を持って行ったら同僚の男性に未来の旦那のためと冷やかされ、うん、自分が食べたいから作ってるのにアラサー女子が料理を作るイコール
旦那や彼氏のためと決めつけられたり、特に共感したのはお腹空かせて定食屋に入ったら、女子だからご飯少なめによそりましたよってあれ100キロの私でもありますからねそうめちゃくちゃムカつくんですよ。この日常でよくあることなんですけど、無視はできない女性ならではの生きづらさが描かれてるんです。自分が作りたいから作る、性別なんか関係なく自分が食べたいから食べる、そんな二人の姿を見て自分の好きなように食事を楽しむことってこんな幸せなんだって気づかせてくれます。おー、柴田さんを聞くんだぜ。今日柴田さん審査員だったらこの漫画いきそうだね。うん、私絶対これにする。先生まだ言ってないから。あ、そうそうそう、もう柴田賞は獲得しちゃった今日は若林さんが審査員ですからね。そうそうそう、さあ行きましょう。いいのはさ、審査員じゃないとこうやって気軽に感想言えるんだよ、ね、もういいね、この立場、この立場。さあ行きます。お侍ちゃんも2分です。行きましょう、用意スタート。拙者がおすすめいたすのは逃げ上手の若君です。ジャンルは歴史漫画です。1333年、突然の謀反によって鎌倉幕府が滅亡し、幕府の跡継ぎとなるはずだった少年北条時行が信濃の国の神官諏訪頼重に誘われ、逃げた後英雄になる道を歩み始める。北条時行と足利尊氏という二人の英雄の天下をめぐる戦いを史実をもとに描いた作品でございます。時代区分でいうと南北朝時代のお話なんですが、ここまで聞いた皆さんの反応、え、誰なんじゃないでしょうか。よかった、ね、ずっとどうなったかって、はい、その高氏は知ってるけど、はい、ね、北条時行、教科書に載っているのは1行、テストにも出ないくらいの人物です。聞いたことないよと、拙者もその一人でした。ただそれで大丈夫です。主人公の時行は8歳ぐらいの設定でちょっと変わっていて、敵から逃げるのが得意なんです。だいたい漫画の主人公といえば剣の達人とかピンチで能力が覚醒してみたいなのありますが、この主人公は何もありません。命を狙う敵はもちろん、習い事や勉強、修行など嫌なことは片っ端から何が何でも逃げ回り、その逃げ足の速さには誰もが驚かされています。拙者から見ても主人公らしくないなと思っていたのですが、作者の松井さんが子供の頃ドッジボールで避けるのだけは得意で、毎回最後の一人に残りヒーロー気分になっていたと書いていまして、そういうヒーロー像と北条時行を重ね合わせて書いておるんですね。とにかく逃げ回って相手を疲れさせ、戦意喪失させて逆転を狙う。ドッジボールと同じように最終的には時行も敵の大将を倒すチャンスを伺います。先日一巻が出たばかりですぐに追いつきます。巻末の歴史の先生による解説も分かりやすくて面白い。素晴らしい。へえ、これも面白そうですね。ちょっと面白そうだね。まあ、結局俺全部読むんだけどね、うん、まして今回のものは始まったばかりのものが多いから、はい、みんな追いつけるんで、そうですね。さあ若林さん、判定のお時間です。伊藤ちゃんがプレゼンしたのは倉丸達彦先生の数学ゴールデン、持田コシヒカリちゃんがプレゼントしたのは湯崎坂尾作、作りたい女と食べたい女、そしてお侍ちゃんがプレゼントしたのは松井雄生作逃げ上手の若君。それでは判定ボタンをどうぞ。伊藤なり、お、来た、やった、ありがとうございます。数学ゴールデン、これはどこが良かったですか。いやー、あの伊藤さんの熱意がまず素晴らしかったのと、あの話を聞いてて、私同級生に数学オリンピック出てた子いたなっていうのを思い出したんですよ。そう、私交流はなかったんですけど、で、で私は一方で数学で赤点取るぐらいこうもう数字とは離れて生きてきたんで、その数学愛ってどういうものなんだろうっていうのが新しい世界として見てみたいなと思って、はい、すごく気になりましたね。で途中あの個人的感情を入れたのはいい方に出てたのね。いい方に出ました。私はそっちの方が共感できたんで。今日も亀井さんでよかったです。柴田さん、作りたい女と食べたい女、まさに作りたい女でしょ。そう、作りたいけど、作りたいけど量作れないっていうのはよくわかんない。
はい、私あのこうちらし寿司とかすっごいいっぱい作ってみたいんだけどうちであんなに作ったら誰が食べるんだよって思っちゃうからぜひもちだが食べに行きます。そうだよね、食べたい女です。もうコロナになってからこれ人呼べないから困るんですよね。うちで宴会やってたのにできないじゃない、うん、これがね量を作りたいのに全然作れないこの人の気持ちがよくわかる。嬉しいです、ありがとうございます、なんか料理漫画グルメ漫画はすごい増えてきたけど、うん、そういうアラサー女子ましてアラサー独身女子が料理を通してもちょっと偏見を受けるみたいなところもちょっと面白いね、うんうん、面白いよね。ありがとうございます。そうだよね、あれよくわかったよ、あのご飯少なめにしときますって言ったらそりゃ持ちだ切れるよね。切れますね、ブチ切れです。はい、俺はマヨネーズサービスしときましたが俺マヨネーズそんなに好きじゃない。あ、そうなの。逆パターン、逆パターンで、はい、あれ俺の体型見て絶対マヨネーズ好きだと思ったのみたいな。さあそして、うん、プレゼントしてうまかったのはお侍ちゃんが、うん、そうね、最初俺たちずっと誰だよそれって思ってる、だけどうんうんって言わないと当然のことに言われるからさはあはあ、もういい加減にいい加減知らねえよって言おうと思ったところでかゆいとこに手が届くみたいな、うん、マイナーな時代ですからね南北朝時代というのは。同級生はいなかったですか、南北朝時代得意だった人とかいない、そこかいない、テストに出ねえんだよさあリスナーの皆さんお待ちかねのプレゼント、図書カード3000円分3名様です、応募方法をお願いします。ご希望の方はメールにお名前ご住所電話番号をお書き添えの上アルファベット小文字で ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp までお送りください。その他番組ホームページの投稿フォームからもご応募いただけます。当選者はエンディングで発表します。よし、すぐ読んで、明日から数学ゴールデンって漫画俺が見っけたんだけどさ、どこでも出してくださいよそこはぜひ頑張ってください。さあ3人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。した植物性消臭液匂いのんの、介護にタバコ、トイレ、生ゴミ、冷蔵庫、ペットの匂い、ホテル、病院、食堂、自動車などの匂いを消します。水で250倍に薄めて使うので非常に経済的。匂いのんのは 0120-86-1261 フローラから。匂いのんの。手や指の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。指がこわばり包丁を握るのも、手首が痛くて雑巾を絞るのも辛くて、特に思い当たる節はないんですが、気づいたら毎日しかめっ面ばかり。このままじゃいけない、そう思っていた時、お友達が再春館製薬所の通算等を教えてくれました。この痛みが和らいだら笑えそうな気がするんです。笑顔を取り戻せる日が早く来るといいですね。通算等はリュウマチや関節炎による手や膝の痛みなどを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-305 305-305、 年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。時刻は9時52分です。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。東名の下りは綾瀬スマートインターで12キロを40分、中央道上りは高井戸で8キロを45分、圏央道の外回りは鶴ヶ島ジャンクション付近、故障車のため11キロを30分、反対内回りは海老名ジャンクションで10キロを35分、そして外環道の外回りは外環浦和で6キロ半を20分です。首都高速道路は中央環状線の内回り、中野長者橋では事故処理中のため5キロを30分。影響で合流する5号の上りの渋滞が激しく、熊野町ジャンクションで11キロ、戸田南から2時間です。そして都心環状線の内回りは浜崎橋ジャンクション付近、散乱したパチンコ玉の回収作業が続いて2キロ半を10分。そして羽田線にもパチンコ玉が流れていったため、上りの浜崎橋ジャンクションでは4キロ半です。以上です。警視庁から飯島純さんでした。TBS ラジオ交通情報、この次は10時25分頃お伝えします。知ってました？毎日新聞、実はとってもお得。宅配購読者無料プランなら、
新聞購読料だけでデジタル版の記事も読み放題。さらにオンラインイベントにも無料で参加できます。毎日新聞、実はとってもお得。詳しくは毎日新聞購読で検索。毎日新聞。古田敦也です。今お持ちの不動産いくらくらいかなと思ったことはありませんか？ハウスドゥが開発した10秒査定、最小限の情報入力で目安の価格が最短10秒で分かります。スマホのアプリかホームページでお試しください。不動産 Do the best ハウスドゥ。新しい生活になっても気持ちのオンオフは大切にしたいですよね。そんなあなたにサボリーノの朝用シートマスク目覚まシート、洗顔とスキンケア、保湿下地までがおよそ60秒で完了。皆さんもリフレッシュしませんか？心とお肌にサボリーノ。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い。厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします。信頼と実績の家族葬は千代田セレモニーです。TBS ラジオ一中に光るとラジオと、この後10時からは俳優の三宅宏樹さんが登場です。お楽しみに。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは蛇の話。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用して丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。神奈川県ラジオネーム又野のお百姓さん、はい、さん、20年前、アメリカのサンディエゴで農業研修生として2年間、はい、学んでいた、農業研修をしていた時のこと、はい、ある日私はメキシコから来ていたワーカー10人とイチゴの収穫をしていた、はい、途中畑で休憩しようと腰掛けようとした時、はい、足元でシャーという音が、わ、そこにはトグロを巻いたガラガラヘビが、怖い、うわー、ついにマムシ、ヤマカガシ、シマヘビ、なんとかパイソン、ガラガラヘビ来ました。ガラガラヘビ、ガラガラヘビが威嚇音を発してるじゃありませんか、うん、私は恐怖で動くことができずにいたところ、一人のワーカーがやってきたので小声でガラガラヘビ、ガラガラヘビと、伝え助けを求めました、うん、するとワーカーが仲間全員を呼んできて、うん、集まったワーカーたちの手にはスコップ、ナイフ、麻袋、わ、その刹那ワーカーたちはガラガラヘビを、頭を押さえ手際よく麻袋に入れる。へえ、さすがだね。どうすんのかな、どうすんのかなと思ってたら、うん、頭と尻尾を切断し、尻尾を私にくれました。え、これは見つけた人間の権利だよ、持っていると金持ちになれるから。へえ、ガラガラヘビのガラガラ、日本だとヘビの皮だけど、尻尾、そういうのがあるんだ、アメリカにもね。で、詳しく聞くと、私の見つけたのは10歳以上のガラガラヘビだったらしく、これは大変貴重だよっていう。へー、貴重だけどな。へー、今でも大事にしています。おお、ちなみに捕まえたガラガラヘビの尻尾と頭を取った部分はワーカーたちが昼ご飯に早速丸焼きにしてもりもり食べていて、栄養もある、勢力状況にもなると、メキシコ人たちの間では有名だと。へー、はあ、やっぱりヘビはどこも食べるね、食べるんだね。やっぱヘビは精力剤になるんだ。どこもそうなんだ、ね、そうなんだよ、みんな。ガラガラヘビって俺の中にはもう西部劇にしか出てこないやつのイメージ、シャーとかっていうので、ね、テレビで見たって思ったけど、
本当の音を聞いた上に、だって今でも大事に持ってるっていうから、ガラガラヘビの尻尾のお守りも持ってる人が、ね、まさかこのラジオを聞いてるとはね。ねえ、お金貯まったから。いや、そこ気になりますね。お金持ちになったのかな。ねえ、それもちょっと聞かせてください。あ、ルバンバターロール、いい香り、柔らかい、マーガリンと合う。おいしさの決め手はルバンです。山崎ルバンバターロール。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと三宅裕樹と、おはようございます。どうも伊集院さん、柴田さん、ご無沙汰しております。三宅です。今日は僕のこれまでの役者人生や数々の作品など楽しくおしゃべりできたらなと思っております。生放送久しぶりなんで少々緊張しておりますが、どうぞ、お手柔らかにお願いいたします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの若林優子です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。そうだね、もうこんにちはの時間だね。そうだよね、失礼しました。俳優の三宅裕樹さん、はい、プロフィール見たら同い年でしたね、23歳。よくさ、その今こう売れてる役者さん来てもらう、劇団系の役者さん来てもらうと、うん、自分が若い頃に、うん、その小劇団の若手と一緒に番組やって、うん、いつもライバル視してやっかんでたっていう話出るじゃない。多分その番組に三宅さんも出てたと思う。本当、まあ、僕はすごい久しぶりなんですけど、柴田さんは共演は、うん、私わかんない、あるかな、あるよね。よく知ってるんですか。いや、まだよく知ってる気がするので、なんか柴田さんだと交流したり見に行ったりとか、うん、あとそうしてるうちに あるある あった、あるんじゃないかな。でもなんだか忘れた。本人に確認したいと思います。ません。この後俳優の三宅裕樹さんすぐ登場です。おって話してるもん。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は総合人材サービス新生梱包他各社の提供でお送りします。今の時代テレワークが進んでるけど、どうもパソコンは苦手で、俺にできる仕事はあるのかな。でしたら新生梱包がおすすめです。物流の仕事などあなたに合ったお仕事をご紹介。俺にもできそうだ。さあ、あなたも新生梱包で検索。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、三宅裕樹さんは1968年生まれ、神奈川県出身、現在53歳。1988年に劇団健康で初舞台を踏み、その後ナイロン 100°C に所属。2009年から出演されている幼児向けテレビ番組見つけたでは、椅子の応援団長三宅マンとして人気に。近年はドラマ茶道シリーズや俺の家の話など、さまざまな作品に出演されています。本日のゲストは俳優の三宅裕樹さんです。ということで、スタジオには俳優の三宅裕樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、柴田のおばさんと三宅のおじちゃんが、お互いこう、ポンコツが始まってるから、あったっけ、合わなかったっけ、みたいな話を。私は、あの、私が勝手に思ってるのか、最近よく話して思ってたんだけど。最近、でもこの年になると、もう最近ってもう5、6年前でも最近じゃないですか。そうそうそう。5、6年前でも最近よ。10年ぐらい前でも下手すぎる最近だから、ね。その辺定かじゃないんですけど、うん、完全な
舞台とかドラマとかの共演はない。はないと思いますよ。ないのかもしれない。同じその映像の作品出ててその絡んではないけどみたいなのあるかもしれないですね。でもあの小劇場としてはよくこうあの辺ぐっちゃぐちゃ ね、 そうですね、よくあの下北あたりで飲んでるのは一緒ですもんね、あと柴田さんと昔の我が本舗の座長の佐藤さんが2人芝居やってたやってたのをケラさんが書いて、あ、そうそう、ケラさん書いた書いた書いてくれた、それもそれとかも見に行ったりとかしてて、あ、だいぶ昔ですよ、昔ですね、30年ぐらい前じゃないですか、そうですね、シアタートップスですよ、あ、そう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 、はい、新宿のねえ、懐かしいですよ、シアタートップスってちょっと前まで、はい、今もそうなんだけど松竹さんの角座、角座だったんですよ、はいはいはい、それがまた最近 ね、 あの本田さんが本田劇場が買ってまたカプスなのね、そうなんですよ、嬉しいよね、俺はあんま演劇詳しくないから、うん、そのお笑いの松竹の門座ができた時に、うん、あれこの辺にあったよなシアターなんとかどうか、同じとこ、あれ同じとこだったの、さらに新たなまた劇場に名前が変わっていくとか、まあ、だから元に戻るんですよね、だから芝居の小劇場があの時私お笑いに取られたような気がしてさ、あ、わかります、わかります、すごく嫌だった、あ、そう、私たちからすれば青春時代の思い出のところが寂しかったですよね、なくなっちゃったっていう、うん、でもそんな中でまあいろいろこう交流するじゃないですか、はい、三宅さんの柴田さんのイメージってどんな感じなんですか、いや、それはもう和音符の皆さん全てに通じるんですけど、うん、お芝居もできるし、うん、芸人さんみたいなこともできるしおしゃべりもいけるし、うん、だからあのちょっとだから役者ばっかりやってる小劇団の人たちとはまあ一線を画すというか、うん、やっぱちょっとどっちも行ける達者な人たちの軍団っていう、いやいやいや、それね、隙間産業すげえ面白いのが、隙間でずーっと生きてきたの、ちょっとこうちょっとさっき確認したんですけども、うん、それ若手の頃に、はい、ギグギャグゲリラって深夜番組で三宅さんはやっぱりそのあの若い、衝撃団系の俳優さん、はい、で俺たちは一応あの若いお笑いで、うんうん、まあバチバチっちゃバチバチ、直接喧嘩するんじゃないんだけど、うん、お互いちょっとこう俺たちの方が面白いとこ見せてやるっていう気がしてた頃ですよね、あの頃ありましたね、そういう、でそんな話したんだけど、うん、いつも柴田さんが言うのはわはははそのどっちからも仲間に入れてもらえないっつって、そうそう、だから演芸の人たちからはお前ら芝居だろって、本当に芝居の人たちからはお前ら演芸だろって、すいませんすいませんってずーっと隙間から隙間で生きてきたのまあ一応そもそもから行きたいと思うんですけども、うん、はい、演劇の道っていうのはどこからですか？まあ、ずっと音楽が好きで、ほうほう、バンドをやりたかったんですけど、まあなかなか趣味の合う人やらに巡り合えず、うん、それで大学生の時一応、就職するのかなとか思って、うん、ガイダンスとかいろいろ聞いたりとかしてね、うん、やってたんですけど、うん、その時にその劇団健康を初めて見たんですよ、はいはいはい、でそのそれですごく お芝居なのに演劇なのにパンクだなと思ったんですよ、あ、はいはい、そのあの頃ってなんか、はい、その既存の演劇をぶっ壊せみたいな感じでやってたんで、はい、それがだから衝撃的 で、うん、でバンドだけでなくてもこういうパンクな表現があるんだっていうのを知って、それでチラシにキャスト募集なんて書いてあったんで、うん、で履歴書を送って、うん、ここで何月何日にオーディションをやりますんで来てくださいって言われて、うん、もう全くの未経験で、うん、それでこ自己紹介お願いしますってやって、でこちらから一人出しますんで、エレベーターに閉じ込められたという設定でフリーエチュードお願いしますって言われて、もう何にも人前でなんか喋ったことなかったですよ、はい、人のふりして。だ、もう一応やりましたけど、もう全く何やったか覚えてないですけど、それで、あとなんか自己 PR ありますかって、僕高校の時に機械体操やってたんで、じゃあ、ちょっとじゃあ、爆中しますって言って、宙返りして。うわぁ、それ点数高かったでしょ。あとは何がありますかって言って、まあちょっと、恥ずかしいんですけど、怒りや長介のモノマネを。ほう、ほう、ほう。8時だよとか、そんな程度ですよ。そんな程度のものをやって、もう今聞いた時にやばいって聞いたときしましたもん。みんなやるやつだけど大丈夫かと思ったら、まあみんなやるやつをやりますよね。で、その程度で、一応合格通知が来まして、
ほで、僕男子校だったんですけどね、あの、高校がね。うん、はい。ほで、大学比較的女子が多い学部だったんで、うん、もう楽しくて、うん、学校毎日行ってて、うん、ほで、比較的単位が取れてたんですね。うん、だから一応、芝居始めてパタッと学校行かなくなったんですけど、とりあえず卒業できまして。ああ、よかったですね。ええー。で、後から聞いたら、うん、女の子の割合が 98% で、うん、男来たの4人ぐらいで、ほうほうほう4人もいなかった、3人か。はで、もうとりあえず男は取っとけっていうので、ほうほうああ、なるほど。男貴重なんですよね。ああ、やっぱそうなんですかね。男の人の方がさ、出る役が多いのに、うん、女の子いっぱい来られてるあるんじゃないの？なんか時代のことをすごい思い出すのは53同士じゃないですか。はいはいはい、あの頃って、バンド、イカ天がその後出てくる、ね、バンド。確かにそうですよね。それとやっぱり、劇団、はい。あとお笑いもお笑い第三世代って後に呼ばれる人たちが出てくるから、このあたりでみんななんとかなりたいっていう感じはすごいよくわかる。あとほんとそんな話 CM の間しろって話なんですけど、一個だけ急に思い出したことがあって。はい、ギグギャグゲリラ。はい、ね、まあ、低視聴率番組だったんですけど、ギグギャグゲリラの、その劇団パートが始まるところのオープニングの映像が、画質の荒い白黒のところで、延々と、トンボ返りをしている男のシュールな映像で始まって、で、その後ろにスクリーミン・ジェイ・ホーキンスっていう、その、また、歌が入るんですけど、え、あれもしかして。僕です、僕です。あのなんか丸いワイプみたいな感じですよね。ワイプのところでずっと回転している。なんだかわかんない。それを見てるとすっごい眠くなるから、あの、これ深夜にこれ眠くなんじゃないかってことと、あとなんかそのぼんやりしながらシュールなそのコントに劇団、演劇に入ってくのを、うん、ケラさんが書いてたなんかミニドラマみたいな感じだったんですよね。ケラさんはシュールだもんね。もうぶっ飛んで旗を振る女っつうのがずっと岬先で旗を振ってんのを望遠鏡で見てる男がいてみたいな ドラマを撮ってんだけど、面白いの。もうこっちも悔しいぐらい面白いんだけど、そのオープニング映像がもう催眠術みたいに俺頭入ってて、今機械体操って聞いたから、よく覚えてらっしゃいます。すごいね。よく繋がったね。延々と飛んでるやつをさらにループさせてるんですよね。そうやつで。それはね、そう、宇宙展っていうゲラさんがやってた、はいはい、まあ今また始めたんですけど、はいはい、それのミュージックビデオで、うん、あの、ちょっと昔のその、サイレント映画みたいなモノクロで、わざと画質悪くして、それで、僕は学生服で歩いてて、うん、で集団が通り過ぎると、パンツ一丁になってて、うん、で、その怒りを、その、トンボ帰りに込めてやる映像だったんですよ。超説明難しい。やっぱりケラさんの方はまあまあ説明難しいですよね。それが使われてたんですよね、そのオープニングに。でもちょっと思ったのは、さっき言ってた自分はその、演劇の勉強してないと、エチュードって言葉も初めてなんだけど、トンボ帰りができるなんていうのは、演出家からしてみたら絶対欲しいですよね。脚本家からしたら。一番いいですよね。やっぱり。だから、しばらく、何公演か、バク転ばっかりやってました。で、いて、その演劇生活の中で、なんでしょう、はい、印象的だったこととか、こいつすげえなと思った人は誰ですか？あ、だから、その、アンケートにも、僕、その劇団健康のホワイトソングっていうのを見て入ったんですけど、はいはい、その時の、今、大河にも出てらっしゃる、みのすけさんっていう先輩がいらっしゃるんですけど。出てますよね。ええー。うんうんうん、その方がものすごいぶっ飛んでて、で、アンケートにみのすけはすごいって書いてあってて、で、その当時、入ったら DM をそれぞれ劇団員が書いてたんですよ。うんうんうん、で、その、アンケートに住所書いてあるんで、うんうんうん、で、そのアンケートをみんな持ち帰って家で DM を書いて出してたりとかしてて、そしたら僕、自分のところにそれ見つけて、はいはい、三宅宏樹、みのすけはすごいっていうのを見つけて、恥ずかしくなって破り捨てましたね。同志になったのに本人に見られたらまずいと思って。でもそう考えたらみんな売れましたね。仲間たち。あの頃、僕ら全員、明日いなくなると思って生きてましたよね。そうですよ。そうです、そうです。秒でいなくなると思ってて、なんかいつも思うんですけどね。あと、不安も、夢も過剰で、超有名になるみたいな夢と、はあはあ、明日死ぬっていう不安を両方抱えてる感じの、
日々でした ね、 ね。でももうあれからだから30年になりますね。30年も役者やってるってよかったね。まあ今となればね。本当ですよ。だからあの当時はだから役者になろうとかは思ってなくて、うんうん、その劇団健康を見て すごく面白かったから、この一員になりたいって思ってただけだったんですよね。で、他の映像とか全然考えてなかったし、で、だんだんやってるうちにちょっとなんか出てくるんですね、やっぱりね。なんかいろんな演出家の元でやってみたいとか、映像とかも、なんつってね。でもすごいですね、その、機械体操をやってた少年がバンドやりたかったけど劇団健康入って、はい、でバンドとしてはグループ魂もそうなんですよ、うん、ですね。そうなんです。それもしかも、うん、なんかちょっと公演が続いてて、はい、その頃はもう、はい、劇団健康っていうかナイロン百度 C っていう風に名前変えてたんですけど、はい、ちょっと一回お休みさせてくださいみたいなね、うん、なんかちょっと公演が続いてて、うんうん、生意気にもちょっと外から見てみたいんですみたいなことを言って。いいじゃないですか、いいじゃないですか。それで、休んだ時に、うん、工藤官九郎さんから、グループ魂、うん、ドラムがその時いなくて、うん、ライブやるたびにサポートでお願いしてたりとかして、うん、で、僕ができるっていうことをどっかから聞きつけてきて、うん、ちょっとやってみませんかみたいな話になって、うん、ちょうどだから、ナイロ休んでた時だったんで、うん、できたんですよね。はあ、そういうことだったんだ。グループ魂で最大で何人いたの？7人です、今は。7人、あ、はい、今7人です。はいはい。もともとは、安倍貞夫さん、工藤官九郎さん、村杉セミノスケさんっていう、そう、三人の、なんか、パンク版ギター漫談みたいなことやってたんですよ。それこそ、笑点も出てたし。笑点出てましたよね。そうなんですよ。で、俺はだから、その、円楽の弟子だから、笑点になんであんなやつ出てんだって、ちょっと思ったりとかするような、グループ魂の皆さんですって紹介されてましたよ。そうそう。私見たかもしんない。ああ、そうです。見た。うわー、すげえと思って見てたもん。だから、よく出たここにと思って、いつもあの人たち、黒の革ジャンに、うん、ブラックジーンズに安全靴とか履いてたんですけど、うん、笑点の舞台ですから、靴下。靴下。ヒノキの舞台を傷つけちゃいけないから、それは脱いでくれと。ね、でいいですよね。なんか魂抜かれたような感じだよね。パンクバンドも素直に脱ぐのがまたいいですよね。いやー、ちょっといろいろ懐かしい話、個人的な話に盛り上がっちゃってますが、三宅宏樹さんゲストです。一度 CM 行きます。令和3年度第69期 TBS 子ども音楽コンクール参加の募集がスタート。今年度関東地方での地区大会は新型コロナウイルスの状況を考慮し、演奏を収録してお送りいただく音源審査の形で行います。感染予防のガイドラインに沿って練習や録音を行い、ぜひご応募ください。締め切りは9月10日金曜日必着。応募方法やガイドラインについて詳しくは TBS 子ども音楽コンクールホームページをご覧ください。音楽が大好きなたくさんの小中学生のご参加をお待ちしています。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は総合人材サービス新生梱包ほか各社の提供でお送りしました。何歳になってもハツラツとして仕事やスポーツを続けていらっしゃる方多くなりましたよね。でも実は気になってる痛みはありませんか？まだ時々痛むだけだからね。まだこれくらいなら大丈夫かななんて我慢している痛みはありませんか？長年お悩みの方も諦めないで通算糖です。通算糖はですね、神経痛、関節炎、リウマチなどの辛い痛みにも生薬の力で飲んで効く漢方に学んだ医薬品なんです。さあ、まずは電話一本、無料の止血薬をお届けいたします。送料も無料ですよ。肩、腰、膝。辛い痛みに通算糖、痛みを散らすおいとがきます。お問い合わせは 0120-305-305 最瞬間制約書まで。通算糖は指定第二類薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上使用上の注意をよく読んでお使いください。 0120-305-305 へお電話お待ちしております。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10。
10-10-10にお電話を。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。時刻は10時19分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、お願いします。はい、お伝えします。この時間の関東地方、晴れているところもありますが、神奈川県や千葉県を中心に活発な雨雲のかかっているところがあります。この後も関東各地不安定な天気となりそうです。今晴れていても急に曇ってきたり、雨が降ったり雷雨になったりするところもありそうなんですね。空模様の変化には引き続きご注意ください。最高気温は30度前後の予想です。湿気が多いので今日も蒸し暑くなりそうです。さて、このところ続いていた不安定なお天気なんですが、広い範囲で不安定になるのは一旦今日までとなりそうなんですね。明日も関東北部ではにわか雨の可能性がありますが、広い範囲で明日は晴れる見込みです。ということで、早ければ明日には関東甲信で梅雨明けの発表がありそうです。ただ梅雨明けの時期というのは気温がぐっと上がって体調を崩しやすい時期でもあります。暑さ対策は引き続きしっかりとしていきましょう。ここまで天気予報でした。気象予報士の石上沙織さんでした。山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。7月31日は真冬に外でうとうとしていたら地元の方が心配して声をかけてくれた青森でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。時刻は10時20分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、お伝えします。外環道の内回り戸田東で乗用車やトラックなど車4台の事故です。追い越し車線が通れず7キロ35分。東名高速の下りは海老名ジャンクションで20キロ45分、影響で圏央道内回りの海老名ジャンクションは12キロ45分です。反対、外回り鶴ヶ島ジャンクションに止まっていた故障車は移動しましたが、まだ渋滞は10キロ30分です。首都高速道路は都心環状線の内回り浜崎橋ジャンクション付近、この時間もまだパチンコ玉が散乱しています。回収作業を行っているため2キロ、羽田線の上りの浜崎橋ジャンクション付近にも散乱しています。お気をつけください。中央環状線内回り中野長者橋では事故の処理が続いて4キロ半、滝野川から1時間。5号線の上りの熊野町ジャンクションは11キロ戸田南から2時間以上。さらに一般道川越街道上りも大山交番前で5キロ半の渋滞です。警視庁から以上です。警視庁から白井京子さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は10時52分頃お伝えします。小沢昭一の小沢昭一って心が CD ボックスで蘇る。昭和の傑作選やライブ音源も収めた8枚組のベスト版、大沢優里プロデュース小沢昭一の小沢昭一って心ベスト戦、日本コロンビアより販売中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。伊集院光とラジオと三宅裕樹と舞台愛が世界を救います、ただしへが出ますと。ごめんなさい、愛が世界を救いますだけ僕情報として頭で考えてましたんで、ごめんなさい。こっからその話をしますが、今日のゲストは、三宅裕樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあその舞台の詳しい情報を若林アナウンサーからまずお願いします。大人計画とパルコが共同プロデュースする工藤官九郎さん作演出のオリジナルロックオペラのシリーズの第4弾、大パルコ人4マジロックオペラ愛が世界を救います、ただしへが出ますに三宅さんが出演されます。今照れて急いだでしょ。ごめんなさい、はい、大事なところでした、はい、主演に NHK 連続テレビ小説あまちゃんでもおなじみののんさん、村上虹郎さん、荒川よしよしさん、伊勢志摩さん、藤井隆さん、そして工藤官九郎さんなど
豪華キャストが登場します。東京公演は8月9日から8月31日までパルコ劇場で上演、その後大阪宮城公演が控えます。なお東京公演は緊急事態宣言中の8月22日までの新規のチケット販売と当日券の販売は行いません。見たかった人はちょっと残念かもしれないです ね。もうこれそう聞かざるを得ないよね、このタイトル。はい、どんな話なんですかこれは。三宅さん、なかなかこれ難しいんですけど、はい、まあ、舞台は2055年の渋谷ということで、はい、でまあまあ、ちょっとギリギリネタバレにならない程度で、うん、まあ、村上虹郎くんがこう予知能力があるんだけど、うん、その代わりただし屁が出てしまう、もう大丈夫です。これ以上もう、まあ、素の状態でも見たいですから、見たいでしょうし、チケット持ってる人はただし屁が出るんですね。そうなんですよ、出ちゃうって。その、こう羞恥心と能力の狭間でこう葛藤する若者たちの物語ですね。そらそらどんなヒーローでも困るよね。ウルトラマンが光線出す前に A 出るんだと躊躇するよね絶対。そっからなんか漏れてくもんね、本当に。だから面白いですよ、稽古場でもそのまあ屁が出ちゃうんで、うん、音響さんが屁を出すわけですよ、うん、だその屁を音色を選んでたりとかね、あここはここはこれでしましょうだとか、乾いてるやつから湿っぽいやつからだからあの高音から低音からその時にその感情によって違ったりするわけ。そのとか、うん、そのこの時はこれが面白いよねっていうのとか、ね、ティープオーでしょ、ティープオー、ティープオーに応じて、もう53話こんなの大好きに応じた絵を出していくっていう、ね、でもメンバーもちょっとノンさん、ノンさんとかすごい興味、ね、そうなんですよ、うん、もうなんかめちゃめちゃ演技上手い人でこの人だし、うん、分かってんだか分かってないんだかみたいなところが絶妙に面白いんですよ。こうふわ、やっぱあんな風にふわっとしてる感じ、ふわっとしてる、はい。で、あのこの大パルコ人シリーズっていうのは、うん、出演者があの生演奏もするんで、ノンさんギター弾きますよ。あ、そう、元々できるの、元々できるんです。すごいですね。そうなんです。人だな。で僕がドラム叩いて、うん、で工藤官九郎さんがギターを弾いて、うん、でこの庄司雄介さんっていうのがこう、うん、サックス吹いて、へー、妖怪くんっていうのがベース、元々ベーシストなんで、ほー、そうなんですよ。そういう音楽的なメンバーも入ってるわけですね。そうなんです。すごいで、ヤングダイスさんはもうあの 本物のラッパーですから。はあ、そうなんですよ。ああ、またそういう意味じゃ藤井隆君も音楽制作会ですね。そうですよね。ちょっとすごいですね。まあちょっとチケット運のいろいろありますけれども、ぜひホームページ と、ネット等チェックしてみてください。愛が世界を救います、ただし絵が出ますということで、さあ最後になりますが、今後の夢や野望は何か。あ、出た。出たな。必ず聞きます。改めですよ、53ぐらいになるとみんな、もう来た役をやるまでですよ、みたいな。もう禁止します。禁止します。何かください、夢や野望。僕はもう、全然役者と関係ないんですけど、はい、個人的なサウナを持つっていうね。サウナ好きなんですか。サウナ好きなんですか。もう、ハードコアサウナーですから。なんすかハードコア。三宅さんのサウナとは何ですか。サウナとはは何なんですか。サウナとは、それもこれ以上ない気持ちよさっていうのもありますね。そんな好きですか。好きですね。下手したら週に9回行きますからね。すごい。週に9回ってさ、何日何回か入るとそうなんだ。朝晩行ったりとか。はあ。大丈夫血圧。だって逆にとか上がったり下がったりするんじゃないの。でもそれで血管の筋トレになるんですよ。いや、なんかよく言いますよね。そうなんです。あの無理せずに定期的にサウナ入ってる人は割と逆に体にいいみたいな、まあ、我慢合戦みたいなちょっと違うんだろうけど、まあ、そういうことです。収縮とこの緩和をこれで要するにホースを鍛えてるわけですね。そうそうそう、血管の鍛えるの好きだね。あともう一個だけいいですか。、はい、子供のいるスタッフが三宅マンとかすっげえ面白いんですよって言われて、俺ノーマークだったんですけど、これで YouTube で見たんですね。あ、そうですか。見たんです。あれも私も見ますよ。謎のキャラ、謎のキャラ。大好き。面白いですよね。面白いよ。大人が見ても面白いんですよ。一言みたいに。あれももう10年やってるんで。あ、そうですね。最初だから
三宅マン40歳って言ったのがもう53歳ですからねちょっと差が出てきちゃったんですよいやでも本当にあのなんか懐かしいこととかいろいろ思い出しました、ね、ありがとうございました、もう忘れてました、ね、でも思い出したでしょずっと東北がやってたところでということで、今日のゲストです三宅宏樹さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。藤巻亮太による野外音楽フェスが今年も開催決定。 TBS ラジオ公演マウント藤巻2021は感染症対策を講じて10月2日土曜日山梨県山中湖交流プラザキララで開催。詳しくは TBS ラジオホームページイベント情報まで。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード、そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜならカードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻るのか無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。毎月1万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢れいさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は高級フルーツが産地応援企画でお買い得、北海道産夕張メロンをご紹介します。夕張メロン盛り上がりますね。高級フルーツの代名詞で贈答品としても人気の夕張メロン、甘く芳醇な香りに果汁たっぷりのみずみずしい果肉、そしてとろけるような食感がたまりませんよね。どうぞあの後ほど感想を伺うので召し上がっていてください。素晴らしい、本当に。はい、では進めます。香りが良くて香りが良くて、ね、さっきからたまらないですよね。あの北海道夕張市にあるメロン農家って現在わずか100軒余りなんです。それだけに生産量も限られていますし、お値段がお値段だけになかなかご自宅用となると夕張メロン手が出にくいですよね。今日はそんな憧れの夕張メロンを味わうチャンスなんです。こちらは強選品といって JA 夕張市による糖度や肉質、形などの厳しい等級審査をクリアした正真正銘の夕張メロン、一玉一玉に強選夕張メロンというシールが貼られています。あのもう我慢するの無理です、はい、めっちゃうまい。本当に美味しいですね。本当にお味も最高ですよね。じゅわって出てきますよね。で舌の上から鼻に抜けるまでメロンっていうその香りの豊かさ、うまいしジューシーだし美味しいよ。果肉もとろける、ほんと、もう本当にパーフェクトな美味しさですよね、はい、ちなみに一昨年の夕張メロンの初競りでは過去最高額となる2玉500万円もの値がついたんです500万円。2本だし ね、 ねびっくりしちゃいますよね。まさに憧れの高級フルーツですが、うん、TBS ショッピングならお買い得。北海道産夕張メロン贈答用は一玉 1.3 キロから 1.5 キロが木箱に入って税込み6000円です、うん、はい、お買い得です。ですけれどもご家庭で食べるにはまだまだちょっとお高いですよ、まあ、ね、まあ、でもね、これは TBS ラジオショッピングがすごいっていうのも知っちゃってるからね、うん、なかなかここでは驚かない、さすがです、うん、今回はですね同じ強制品の中から形が若干整っていなかったり皮の網目が少々粗いなどの理由で贈答用になれなかった夕張メロンを特別ルートで確保することで、うん、お買い得価格が実現しました、うん、
お値段は一玉が 1.5 キロ以上の大玉で税込み5980円です。あら、大きくなって値段が20円まず下がる、はい、そうなんです。しかもですね、一玉ではありません。はい、プラスもう一玉、そしてさらにもう一玉、はい、つまり 1.5 キロ以上の大玉が合計3玉で税込み5980円。これは解読だよ、解読ですよ、これは解読、これはすごいびっくりしました。そうですよね、最初はっきり言って20円しか下がらないって思ったからね。ただまあ大きくはなったんだよな、なんか知ると思ったとこなんだけど、こういうことだったんです。3玉で5980円。近年イベントや物産展の中止などでいい出来のメロンも売り先が減り、生産者の皆さんも大変です。そっか、そっか、産地応援、生産者の皆さんへの応援の気持ちも込めてこの機会にぜひどうぞ、うん、大きくても濃厚な甘さとみずみずしさは変わりません。この大きさとこの美味しさでこのお値段は本当におすすめですよ、うん、8月の上旬から中旬に北海道から産地直送でお届けします。別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングと検索してください。 TBS ラジオショッピングでした。でもこれ今注文してさ、8月の上旬から中旬届くと思うと、うん、その日までまず頑張れる。そうですね、そんな気がするね。はい、おいしいもんありがとうございました。ありがとうございました。安全安心、それはみんなの願い。私たち全日経は空港、駅、ホテルやビル、イベントなどの警備からご自宅のホームセキュリティまで、あらゆるシーンで皆様の安全と安心を守り続けます。トータルセキュリティ全日経。ここで第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人より給付金のお知らせです。国は集団予防接種が原因で B 型肝炎ウイルスの持続感染者となった方に最大3600万円の給付を始めました。昨年度のお客様への給付金は平均1100万円以上でした。ところが多くの方が未だに手続きをしていません。まず B 型肝炎ウイルスに感染していても病気を発症していないため放置している方が多いです。しかし健康な方でも給付の可能性は十分にあります。次に家族を肝臓病で亡くされた方も放置していることが多いです。しかしこれらが原因で家族が亡くなった場合、残された遺族の方は給付の対象です。最後にこの給付金ですが、請求期限があります。準備期間も必要ですので、今すぐあなたやご家族が給付の対象なのかだけでも無料でご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番。あの、亡くなったお父さんの相談ってダメですよね。いえ、大丈夫ですよ。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、伊集院光とラジオと子供電話相談室と、この番組は八王子絹田歯科の提供でお送りします。いや、生々しい話ですけど、一度はこうスポンサー枠がなくなっちゃって、うん、でこのコーナーも一旦なくなるかなってなってたのが、じゃあ、1ヶ月絹田歯科さんがやってくれる、やりましょうかっつってくれて、もう1ヶ月どころじゃないの、結構長い間やってくださってますね。さあ、子供電話相談室とでございます、うん、おはがき、お手紙、メールでもらった質問にぴったりの先生をお呼びして、相談に乗っていただくということで、うん、はい、今日はね、5歳の女の子と、あの、僕が質問以外のことで結構盛り上がったんです。すみません、お聞きください。さあ、始まりました、伊集院光とラジオと子供電話相談室と、たくさんおはがき、お手紙、そしてメール届いています。今回も質問にぴったりの先生お呼びしています。では先生、自己紹介をお願いします。はい、樋口博義と申します。私は鳥類学者です。野生の鳥がどんなことをしているのかとかですね、渡り鳥であればどこに行くのかと、そういったことを調べてきています。樋口先生も小さな子供の頃から鳥には興味があったんですか？そうですね、小学生の頃から
十四松とかですね、カナリアとか飼っていましたし、中学生の頃は庭でキジ類ですね、うん、飼っていたりしました。もしかしたら今日相談してくれたお友達が未来に樋口先生みたいになるかもしれないんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。樋口博義さん、鳥類学者。謎に包まれた渡り鳥の旅のルートを人工衛星で追跡する調査などを長年続けてきました。野鳥の不思議な行動や暮らし方に詳しい先生です。さて今回は岐阜県土岐市のあかねちゃんから質問のお手紙をいただいています。電話もつながってます。もしもし、あかねちゃん。はーい、こんにちは。こんにちは。あかねちゃんは何歳ですか？5歳。もうすぐ誕生日。もうすぐ誕生日？うん、7月の30日、うん、もうすぐだね。おめでとう。お誕生日プレゼントが何が欲しいとかもう決まってますか？うん、でもさ、2つさ、欲しいんだけどさ、うん、どれかさ、悩んでる、うん、何と何悩んでんの？それね、あるんだけどね、ないやつもあるんだけどさ、それが欲しいの、うん、じゃあちょっとギリギリまで迷っちゃうね。うん、あとはさ、ゲーム。ゲーム、ゲーム、何のゲーム？ポケモン。お兄ちゃんもね、ポケモンのゲームやってるよ。ポケモンスナップってゲーム知ってる？ポケモンのね、写真撮るゲームとかやってるよ。あ、それ、写真のやつね、私やりたかったの。あ、それもやりたかったの？うん。なんかいっぱい欲しいもんもやりたいこともあって大変だね。うん。あかねちゃんのお手紙すごいなと思ったのは、あかねちゃんは絵が上手ですね。うん。女の子の絵と鳥の絵を描いてもらいました。さあ、今日は質問は何ですか？なんで鳥のうんちはべちょべちょで白いの？おー。あかねちゃんは、うんちだけを見たのか、鳥がうんちをするとこを見たのか、どっち？うんちを見たの。うんちを見たの。うん、踏まないようにした。踏まないようにした。そうか。うん、確かに、鳥のうんち、人間のうんちとも犬のうんちとも全然違うね。うん。うん、今日はね、鳥にすごい詳しい先生が来てるのね。うん。樋口先生にお話を聞いてみます。鳥のうんちはなんでべちょべちょで白いんですかという質問です。はい。あかねちゃん、よく本当に鳥のうんちを見ているよね。実は鳥のうんち、それからおしっこで別々にやっぱり分かれてんだよね。それで、うん、白く見える方はね、実はうんちじゃなくて、おしっこの方なんだよ。お兄ちゃんも驚いたよ。うん。それで、なんでその鳥のおしっこは白くてべちょべちょってしてるのかというと、ちょっと難しいんだけれどね、鳥って空を飛ぶでしょう。うん。で、空を飛ぶ時って体が重いと飛べなくなっちゃうよね。うん。飛びにくくなっちゃう。体軽くしなきゃなんないでしょ。うん。だからあまりその水のような重たいものを体の中に持っておかない方がいいんだよね。あかねちゃん、人間のおしっこはさ、お水みたいじゃない？うん。まあ、お水の中に、まあ、おしっこの体の中でいらないものがいっぱい入ってるんだけど。うん。鳥はいつも体を軽くしておきたいから、お水がもともと体の中にはいっぱいないのね。先生、そういうことですよね。そうですね。おしっこ溜めとく部分もないんですね。なので、水気のないような、べちょっとしたものをおしっことして出すんだよね、うん、で、なんでその白いかというと、ちょっと難しい言葉になるんだけれど、尿酸というものが鳥のおしっこを作ってるわけで、まあその言葉はいいんだけれど、これはその水に溶けにくいものなんですよ。しかも色が白いの、うん、それで白っぽくて、それで水分があんまり、水があんまり含まれていないので、サラサラじゃなくてべちょべちょってなってるわけなんですね。あかねちゃん、うん、僕とかあかねちゃんがうんちだと思ってた白いやつはおしっこなんだね。うん。ちょっとびっくり。その おしっこは白っぽいんだけれど、うんちは茶色いんですよ、うん、鳥の場合もね。うん。白いのの
例えばそばに茶色いのが落ちてたり、白いのと一緒に茶色いのが落ちてると、それは、うんちとおしっこのセットなんだね。うん。あかねちゃん、手紙の中で、英語が書いてあるよね。バードとか。なんか、バードなんてちゃんと書けてすごいね。うん。あかねちゃんは英語得意なの？うん。得意よ。パパがね、英語喋るからだよ。うん、そうか。あかねちゃんは、パパが、アメリカの人？イギリスの人？カナダ。カナダ。そうなんだ。カナダの人。あのね、うん、私ね、うん、パパのね、ママ見たことあるよ。パパのママ、おばあちゃん？うん。うん。どんな人？あのね、白い髪だよ。へえ、かっこいいね。うん。あかねちゃん、カナダは行ったことある？行ったことあるよ。行ったことある？すごいね。すごいね、すごいね。カナダとさ、日本だとさ、住んでる鳥とかも違うからさ。うん。きっとカナダには、日本とは違う鳥のうんこがあると思うよ。うん、あの、日本の鳥でも、カナダの鳥でも、おしっこは白いです。あ、そうですか。はい。あかねちゃん。はい。また、鳥のことでも何でもいいんで、何か思いついたらお手紙ちょうだい。うん。今日ありがとね。ありがとう。ありがとうございました。ありがとね。はい、バイバイ。バイバイ。そうなんですか。あの白い方は、人間でいうおしっこなんですね。そうですね。僕も勉強になりました。さあ、スタジオ戻りましたけども、なんかね、おしゃべりしてるのは楽しかったです。可愛い子だね。なんか素直に育ってるっていうね。実は白いやつはうんちじゃなくておしっこです。全然知りませんでした。私おしっことうんちと。そうだから、あかねちゃんも俺もスタジオの二人も、うん、ってなったよね。ね、うん、さあ、ということで、皆さんからの質問をお待ちしております。宛先をお願いします。メールは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp。 おはがきお手紙は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと子ども電話相談室との係まで、お名前、年齢、そして電話番号を忘れずに書いてください。で、必ず収録はお子さんが幼稚園から帰ってきたりとか、うん、学校から帰って来られる時間に合わせてやっておりますので、はいはい、そのあたりは、ご心配なく、ぜひ子供たちの質問、相談、何でも結構です。送ってください。以上、伊集院光とラジオと子供電話相談室とでした。入れ歯でお悩みの方。インプラントで実績のある木ぬた歯科は、中央線西八王子駅前、0120-221-222、221-222、たぬきの反対、木ぬたで覚えてくださいね。インプラントの木ぬた歯科。伊集院光とラジオと子ども電話相談室と、この番組は八王子木ぬた歯科の提供でお送りしました。ロピアは同じ商品ならより安く、ロピアは同じ価格ならより良いものを、楽しく感動できるスーパーロピア。アスベストが原因で一定の健康被害を被った方、そのご遺族の方は国から賠償金を受け取れるかもしれません。アスベスト工場だけでなく、建築現場で働いていた方も対象となる可能性があります。アスベスト訴訟は、医療訴訟、B 型肝炎訴訟に高い実績を持つ法律事務所、ミライオにご相談ください。0120-783-005、悩み005。ネットでは、ミライオで検索してください。東京弁護士会所属、法律事務所、ミライオ。ここで共立リゾートからのお知らせです。先月名湯草津温泉の他にラビスタ草
草津温泉の地にラビスタ草津ヒルズがオープンしました。草津の姉妹都市ドイツをコンセプトに取り入れ、グリム童話をイメージした洋風の客室やサービスが皆様をお出迎えします。高台に佇むラビスタ草津ヒルズは全客室に天然温泉露天風呂を完備。草津では珍しい最上階の眺望浴場や趣異なる4種の貸切露天風呂から草津の雄大なパノラマと湯浴をご堪能いただけます。今共立リゾートでは全国の湯宿やリゾートホテルを対象とした期間限定のお得なプラン夏旅をご用意しています。ぜひ今年の夏は共立リゾートで癒しの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。詳しくは共立リゾートの公式ホームページをご覧ください。時刻は10時49分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの長峰由紀アナウンサー、お願いします。はい。昨日の夜、山梨県甲州市の中央自動車道で大型トラックや乗用車など合わせて5台が絡む事故があり、2人が死亡し3人が重軽傷を負いました。昨日午後9時過ぎ、甲州市大和町の中央自動車道の下り線で大型トラックが渋滞中の乗用車に突っ込み、合わせて5台が絡む玉突き事故が起きました。この事故で乗用車の男性2人が死亡し、男性3人が重軽傷を負いました。怪我をした3人のうち1人は骨盤を折る大怪我をし、残る2人は別の車の男性で怪我の程度は軽いということです。警察は身元を調べるとともに、大型トラックを運転していた25歳の男性から状況を詳しく聞いています。現場は当時別の事故があり、片側2車線を1車線に規制していました。日本にも寄港予定のイギリスの最新鋭空母クイーンエリザベスで、新型コロナウイルスのクラスターが発生したとイギリスメディアが報じました。クイーンエリザベスは現在インド洋を航行中で、クラスター発生は定期的な検査で判明したということです。BBC はクイーンエリザベスの乗組員100人が感染したと報じましたが、テレグラフ紙は空母打撃群に属する他の4つの感染と合わせておよそ100人だとしています。ウォレス国防相によれば、乗組員全員がワクチンを2度接種しているため、感染は制御されているということです。クイーンエリザベスは日本にも寄港予定で、イギリス国防省は、空母打撃群は任務を継続し、派遣計画は影響されないとコメントしています。フランス・パリでは14日、革命記念日の軍事パレードが2年ぶりに行われましたが、一方で、フランス各地でワクチン接種が義務付けられることなどに反対するデモが相次ぎ、パリでは警官隊との衝突も起きています。今週マクロン大統領は21日から50人以上が入る遊園地や文化施設などを利用する際と、8月上旬からは飲食店などを利用する際にワクチン接種や検査の陰性を証明する健康パスの提示を求めると発表しました。また医療従事者らには接種の義務化を表明していて、デモはこうした動きに抗議するもので、参加者の一部が暴徒化し、銀行や店の窓ガラスを壊しました。フランスメディアによりますと、デモはリヨンなど各地で行われ、合わせて1万9000人以上が参加したということです。マクロン大統領は国民全体のワクチン義務化を検討する可能性を示していて、混乱は続きそうです。ニュースでした。ニュースデスクの長峰由紀アナウンサーでした。新米記者松本穂香の研修ログ。7月のテーマは漫画。講師は超漫画好き芸人、おかずクラブのお二人です。今週は松本穂香におすすめの漫画をゆいぴーさんが教えてくれます。秋っぽくて途中で投げ出すことが多い私にぴったりの作品を選んできてくれたとか。7月16日金曜、お昼11時30分頃に放送です。時刻は10時53分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい。外環道の内回り戸田東では車4台の事故処理が続いています。
追い越し車線が通れず8キロを45分、反対外回りの戸田東付近見て通る車で7キロ30分です。東名高速の下りは大和バス停で9キロ1時間、圏央道の内回りは海老名ジャンクションで10キロ40分です。首都高速道路は都心環状線の内回り浜崎橋ジャンクション、この時間もパチンコ玉の回収作業が続いています。右側が通れません。中央環状線の内回り中野長者橋での事故の処理は終わりましたが、渋滞が残って6キロ、滝野川から40分、影響で5号線の上りは熊野町ジャンクションで11キロ半、戸田南からは2時間半以上です。一般道神奈川県内は246の下り緑区片町交差点に中型のトラックが故障して止まっています。一車線が通れず3キロ半です。警視庁から以上です。警視庁から白井京子さんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分ごろ、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。日立物流はずっと物流の会社でした。だから物流のことがよくわかる。経営と現場の管理、2つの視点で物流がもっと滑らかになる仕組みを作りました。一つのログインで輸送課題すべてをスマートに。日立物流の SSCV スマート。さあ、エンディングのお時間です。今日の山崎翔ですが、財布が蛇の抜け殻のみでパンパンになってるという書いてくれたのは、はい、はい、中野区のライスキューブさんには美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。はい、その他メッセージ読まれた方には番組ステッカーをお送りしております。さあ、そしてプレゼントのプレゼントです。全国の書店で使える図書カード3000円分を3名様です、うん、練馬区にお住まいの、石本秀明さん、神奈川県大和市にお住まいの折原遥さん、松戸市にお住まいの山本康子さん、おめでとうございます。数学ゴールデン、うん、作りたい女と食べたい女、はい、逃げ上手の若君、全部面白そうでしたね。ちょっと近い全部見ちゃうと思いますね。はい、さあ、そして来週月曜日のゲストお願いします。来週月曜日7月19日のゲストは野球解説者の森本ひちょりさんです。はい、僕の大好きな元日本ハムの選手で、はい、しかもあの出身が荒川区で一緒なんですよ、うん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 、でいわゆる松坂世代の一人ですね。ちょうど松坂選手が引退決めましたけれども、はい、そんな森本選手にいろんなお話を伺いたいと思っております。さあ、そして来週のメッセージテーマ、若林さんお願いします。より早く、より高く、より強くと逆方向のスポーツの話。はい、だからあのスポーツの失敗とかチンプレーとか苦手な方の話聞きたいです、ね、じゃあ安心して話できますね柴田さんはスポーツは全然ダメ。もう走るのは遅いしさ、飛ぶのはダメだしさ、ボール扱わしても全然ダメだしさ。自分の中でも一番ダメなのが、はい、飛び箱、うん、で飛び箱ってさ、失敗する、頑張って失敗するとギリギリになるから、うん、角でお尻を打つじゃん。あ、痛いよね。だから頑張んなくなるの、うん、あ、分かる。もう上でいいや、分かる分かるってなっちゃうのよ、うん、でもね、うん、あれが人間として正しい姿だよ。そうでしょ、痛くする必要ないのよ。ないんだもんそんなやつですそんな、自分はこれが苦手、あれが苦手、うん、あとバレーボール、俺バレーボールのトスを、うん、バレーボール部の人って指先を使って、はい、パンってやるよね、パンって飛ぶじゃん、うん、はい、あれがベタってなって一切上がらないの。ダメじゃあ、そんなに反則取られるでしょ。ダメです、ホールディング になるのね、うん、あれバレー部のやつに言わせるとなんでそうなるのか分かんないって言うんだけど、うん、全くやり方が分かんなくて、うん、だから逆に言うとね、ものすごいオリンピック出るような人のサーブもビタンってなるんなら俺うめんじゃねえかなと思うんだけど、跳ね返ないなら殺せんならうめんじゃねえかなと思うんだけど、あれは全然ダメだったな。運動できる人信じられない、ね、若林さんすばしこそうじゃん。いや、私あの水の中はいけるんですけど、
陸上はダメで、なんかボールとかは飛ばせませんね。球技ダメ、球技がダメですね。ダメダメ、私もダメ。いや、いると思うんですよ、はい、あのスポーツマンなんだけど球技だけダメですとか。そういう人いる。いるよね。そういう人いる。重心のかけ方がわからないんですよね。あと単独競技はいいんだけれども、はい、チームスポーツは一切ダメで。そういう人もいる。でそういう人はさ、嫌な思い出があるはずなんです。確かに。そのせいで嫌な思いしましたも含めて、うん、より遅く、より低く、いいですね。もう恥ずかしくない。そういうことは堂々と喋りましょう。そうそう、ぜひぜひ、送ってください。お待ちしております、はい、あと最後の最後に僕のすごいおすすめの漫画が一個あって、うんうんうん、知りたいです。さっきすげえプレゼンしたかったんですけど、相原浩二さんっていう、はい、昔浩二園とかで超有名な漫画家さんが、はいはい、今ウェブのアクションっていうインターネットで連載してて、まだ5回目ぐらいなんだけど、はい、うつ病になって漫画が描けなくなりましたっていう漫画をご自身の今現在の体験で描いてる。へえ。でこれがこういうきっかけで落ち込んじゃったり、でも漫画家たるものこの経験も漫画にしてやるっていう、その説得力とかがすごくて、ちょっとなんかこう僕は見守るというか読んでます。へえ、ちょっと見てみよう。よろしければ、うん、というわけで、この時間のお相手は若林優子と柴田理恵と伊集院光でした。この後ジェーンスー。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト、第三類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。